始まってんの？始まってんって、始まりましたとかそういうの言うてほしいねんけどな。始まりましたとかはないのね。はい。じゃあもう、URL 貼っていいんですか？これは貼っていいんですね、ツイッターに。わかんないな、いつまでたってもわかんないな、この仕組みが。はい、こんばんは。本日は2021年11月の14日夜の8時半ですね。ちょうど半ぐらいになりましたけどね。久しぶりのということで、まあ、週に1回ぐらい生放送しようやないかということで、本日は、まあ、生放送を撮らせていただいたと。まあ、日々あつ森ばかり動画上げてますけれどもね、たまにはみんなとね、まあ、みんなのような、下級の人とね、こう、話す機会もやっぱり必要なのかなってね、上級の人としては必要なのかなってやっぱ思いまして、はい、ありがとうございます。ちょっと静かにしてくださいね。なんで、14の、今日は14の先がちの日に、生放送撮らせていただいたということですけども、明日はなんかまた明日でね、あれあるんでしょ？仕事がなんかあるんでしょ？皆さんもね、だからささっとやりたいと思うんです。で、今回私はゲームしようと思ってるんですけど、まあ、あるゲームでございましてね、まあ、いつが始まりなのかな、ちょっと私も覚えてないですけど、かなり昔に私、卵を転がすゲームというね、ロストエッグというゲームをプレイさせていただきまして、まあ、今年に入って、さらにそのロストエッグの2続編ですね、ロストエッグ2、ビートギャザーというゲームをプレイさせていただきました。まあ、なんと今回プレイさせていただくのは、その続編ということになりまして、黄緑ソフトさんの新作、こちらですね、ロストバブルスというね、ゲームがどうやら12日に出たということらしい。金曜日に出たらしいですね。本日日曜日ですから。で、この、まあ、14日のこの、まあ、まあ2日後経ってるんですけど、この間になんかまあプレイされた実況者の方がいらっしゃったみたく、私に連絡いただきまして、じゃあまあ今日プレイして、まあ、クリアしてやろうじゃないかということで。だからもうほんま終わったらもう終わりやからね、これは。もうほんまこれクリアしたら終わりということで。 BGM の調整など大丈夫でしょうか？マイクのとことかも大丈夫ですか？なんかね、音もうちょっと上げた方がいいかもしんないね。みんな多分どうもする寝ていくやん、自分ら。人が苦しんでる時に寝ていく人たちやん。だからこれぐらいにしといて、よし、これぐらいにしとこうじゃん。よし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 。これちょっと音大きいかもしらんけど、まあ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 、こんなもんでしょ。俺は大丈夫。行こうか。じゃあまあステージ見てみますか。ちなみにこれなんかみんなとできるみたいよ。シングルプレイ、クイックマッチ、フレンドマッチ。これフレンドマッチはまあ CM のフレンドや。こうクイックマッチがよくわからんな。まあ、シングルプレイしてみようか。はいはいはい。ステージは6からな。これね、前作はエクストラステージっていうのがあって、私あのエクストラステージ多分20時間以上やってるんで、それを考えるとまあ6までなら今日ささっとクリアできるんじゃないかと。目標は日付変更線超えるまでです。やってみましょうか。ああ、始まりました。ほら見てご覧だ。ああ、センシーの高いこと。これちょっと待って、こう一回センシー下げようか。BGM も楽しんでほしいからね、みんなには。これセンシーは下げられへんってことでいいね。いや、はい、下げられない。これかな、視点操作感度かな。はい、よし、これこう合わせて、これでいきましょう。早いね、それでも早いけどね。これがあれですか、今回の主人公ですか。これどうやって出すんですか。ああ、これ WASD で出すんですか。ああ、ほら生まれました。ほら元気な第一子や。ほら元気な第一子はダッシュができて、視点とズームができて、あとリスポーンって書いてるね。これチェックポイントから再開、ライフ20。あー、なるほど、ライフ20を、左上のライフ20を消費してリスポーンすることができるってことね。はい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 。あら、だいぶシュールというか、こうなんて言いますか。うわー、見てごらん、ほらあの棚とかすごいね。ハリネズミ住むんちゃう、ここに。日付変更線超えるまではこれで、ほんであとジャンプができひんみたいなんよ。おーおーおお、謎のゲージできた。あ、これがダッシュってこと。わあ、ほら見て綺麗や。ほらこれがダッシュ機能ってこと。これがダッシュ機能みたい。これでおなんか使わなあかんことが出てくるってこと。このファーストステージ、みんなは動画しか見てないやんか。ファーストステージなんかほんま鬼簡単やからね。ここダッシュやろ。まあ、これダッシュできるってことやろ。はい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 。でこう上がって、ああ、ここになんかあるやん。あれは取れへんの。これほら、これね、タオルか、タオルですね。
あんまり過度な期待はしないでください。基本的にこの黄緑ソフトさんのゲームって集めたから何かあるってわけではないので、はい、まあ黄緑みたいなゲームっていうかな、言いようによればね、黄色でもなし緑でもなしというね、本多すぎるっていうね、部屋の中で、まあすでにむずそうかな。いやでもそんなに、あここあここダッシュしてへんかったらあかんのね。そんなに俺はなんか今作レビューが現在2日発売から2日経って2件あって、1つ海外の言葉なんですよ。で1件の日本語のレビューを確認しましたが、難易度は上がってるとのことです。というふうな、30分プレイして難易度は上がっているというレビューを私確認しておりますので、まあ、ひょっとすればひょっとするかもしれへんけども、このゲームほどね雑談がはかどるゲームってないから、ほらこれはもういけへんのちゃうか。ほんなら石鹸置きっていうのはどこにあるの。あこれはもう ここじゃないのね。ここなのね。あーちょっと待ってよ。はい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 、こう上からジャンプしろってこと言ってるのね。アップデアップデ入ったん、これアップデ入ったんちゃうよ。そのまず卵をアップデートしたら石鹸になるっていう、そのロジックが分からへんよね。ロジックが早いけもう。よし、こういうとこであんまりね、あんまりこういうとこで死んでたらマジで深夜の1時半ぐらいにしんどくなってくるのは俺なんで、これやね、ここでジャンプしろってことやったんだ。いくよちょっと待って、これむずいわ。ちょっとまっすぐ行かへんね、まっすぐ行かへんとこある。でもこれ掴んでいく、もちろん確かに掴みようのない形のものではある。でもここで掴んでって初めてってことやから、多分もうこれほんで深夜の12時ぐらいになってくると宗教寺見てくるから、このゲームはこうやろ、ゆっくりね、ゆっくり、そうやね、何でもそうやね、着実にな。みんなもうあれやんか、ちょっと近道しようとするとこがあるやろ。こうするわけ。近道なんてないの、回り道がやっぱ最大の近道だって言うからね。いくよ、違うな、入射角がもう違うな。もうここであかんのこれ。こんなとこにまで入れんの、ほんであんなとこまでキレイキレイやで。もう早くクリアしたいな、このステージは。まだここは難しくない、全然。今のはもうわざとやからね、言うて。鉄拳はどんどん小さくなっていくの。小さくなってる、これ小さくなってんのかな。体力はなくなっていってるね。あ、擦れてなくなっていくんだ、これは。今だから普通に走っている状況でもう220になってるってことね。ちょっとごめん、静かにしてな。わかる、小室さんのこと気になるのもわかるけど、ちょっと静かにしてな。小室さん、ダース・ベイダーの T シャツ着てたらしいで。もうなんなん、ここもう肩痛い。これ過ぎるとどうなるの、あの左上の数字がってこと。ほらもう負け、これは負けになる。生放送な、みんな生放送、ここなんかシャボン玉綺麗やな。シャボン玉なんか久しくしてへんもんな。なんか俺ずっと肩が痛くてさ、もう今ほんまに肩っていうか、なんかもう背中の背骨の、ちょっとごめん静かにして、ごめんな。わかる、気になるのもわかるけど、ちょっとごめん、ちょっと静かにしてちょ、あんまり、ちょ、これちょ、待って、一回身構えるわ。じゃ、多分理想像はここなんよ。ここじゃないねん、ここなんよ。ここにも段差があるから、もうここの時点でこれ違うと思う。ここやねん。ここに降り立つのがやっぱ一番ベストなんで、なんかこう回んねんだ、左に、ま、こう左から右回りしていくから、ちょっと右側に行くっていうのどう。おお、やるやんエアポッツ滑らしてるみたい。最近俺さ、エアポッツじゃないけどさ、iPhone12 Pro Max っていう機種なんだ。もうそれはすごいでかい、本みたいな、本ですっていうぐらいでかいね、その携帯がな。でもそのカバーがさ、ないのよ、全然。 iPhone12 Pro Max のでかすぎてあんま売ってないね。それ俺ネットで買ったらな、 iPhone12 Pro のやつやって。よし、もう今のとか最悪な、オチとかない話で普通にこう終わんの一番最悪のやつな。あ、これあ、ここゴールじゃない、あ、ちゃうわ。あ、なるほど、皆さんご覧ください、ほらもう浴室に。
もうこれはステージ1もうクリアってことになりますね。じゃあほら緑くん綺麗やわ。なんかやっぱこう思い出すよね、海遊館のあのエキスポシティとかのとこ思い出すよね、こういうのを見ると。ここでこうや、よし、これをもう行く、行こうか。よっしゃ、あ、ここや、ここ設計置きみたい。これほらキープ、キープって何キープって何、なんかかなり意味深なこと言われたな。これを私は今回あと5回繰り返せば余裕じゃない？え、マジで余裕や。だって7分でクリアしたんやもん。7分しか経ってへんもん。もうこのペースでいったら、じゃあどういうこと、あと4,5,35やから、もう40分で終わるってことになるからね。画質悪いな、なんか知らんけど。あら、ご覧ください、この道。おー。これはおふざけなすって。これはこっから登っていけばいいの？これちょっと一回マップとか見回りたい気持ちもあるけどね。こことかちょっとほら、これ光ってない？これ、これ透明にしといた方がいいんじゃない？ほら、あら綺麗な、すべて通過するだけじゃダメだよな。だからキープするってことは、なんかもしかしたら後にそのキープしなあかん難しさを問われるというものがあるのかもしれないね。この細い道をこう登っていって、よし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 、うわー、この川とかも痛むんちゃう、これもうなんか滑ってるって、こう左から、あか、肩、よし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 、はいはいはい、よし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 、え、永遠これしてるからね俺は今日、多分年老いても俺これしてるからね、クリアできひんかったら。なんかでも防音に効きそうな床してるけどね、ここは。どうやろ？じゃ、ここがちょっと微妙。これほんで、多分死ぬたびに左、死ぬたびに左の上の体力が増えていってると思うのよね。ほら。な？じゃ、もうそこいらの FPS プレイヤーと俺を一緒にしたらあかんわけ、みんな。それだけは言うとくな。もう俺はやっぱこういうの、もうこれに関してはもうエキスパートやから、プレデターなんで、もうこんなんとかもう余裕やもん。これとかあえて取らへんもん、ほんで俺。あえて取らへんねんな。そういうのもまた大事なわけ。ほら。ほら。そう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 。こういう道もあったよね、生きてきて。そう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 、もうこんなんとかもうこう見るに耐えへん、もうこの道を、この道を行けばやな、この道は。ちょっと一回タバコ吸っていい？ちょっと身構えるわ。こういうのね、やっぱり平常心っていうのは大事。なんでもいきなりこう勢いでいいってなんとかできるもんじゃないね。死んだら目だ、いや、あ、死んだらどうなんだよな、なくなるのかな、ポンって。まあここに回復あるからな、もうごめんけど行かしてもらうで。そんな悠長なこと言うてられへん、俺の人生だって。あともう半分やか、俺昨日ふとはたと気づいて寝てる時に、俺33やでんな今な、人間界の世界の年齢で言うとな、ほんまは18やねんけど、でその33でもうあと半分なんやなって俺思ったわけ。あ、俺ってもう人生の半分ぐらい終わってんねんなって。もうあと人生もう一度これを繰り返したら俺年金で生活していけるかなって。いや、いけへんなって。でもこの国の状態じゃいけへんなって俺そう考えてたわけ。まさにそういうことよね、まさにそういうこと、このゲームって。もういけ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 、よしな、もうこういうことやねんな、やっぱ。ほら、もうあこ、ほらほら、あこゴールやろ。よし、こんなんビョーンいたわ。おお、こんなんもう気持ちやで、ビョーン。ほら、よしよしよし、あ、ほら、もうゴールやん。今日もう何これ、これほんまに、お、あ、おお、あかんあかん、おお
おーおー、ちょっと待って、スノーモービルみたいなってここ読まない、これちょっと綺麗になるかも、これ早乗って、だからちょっと一回仕切り出そう。よし、後ろから一回前に行って、後ろから前に行って、よし、おっ、ここ後ろから前に、よし、後ろからこう、よしよし、ほら何分よ、5分やでおい、史上最短の生放送を繰り広げるかもしれない今日。うわ楽しみ、ごめんな、みんなそうなったら俺もうほんまに史上最短生放送目指すんで。え、なんでこんなとこに生放送、生放送ちゃうわ、生放送とか言うて思ってるやん、石鹸でかかってないほんで、なんか石鹸がほんでこれポルシェのカイエンに見えてこへん、ちょっとこれ外転がしてたら、これ外転がしてるからかな、ポルシェのカイエンに見えてくるんだけど、俺ついにカイエン転がす男だったか、これ何もの、これ何もね、当然のように俺これ今行こうとしてるけど、ゴールどこ、ゴール後ろやって言われてんだけど、あ、こう回ってこいってこと、これ回ってこいってことや、じゃあここの、あ、そこ落ちた時にってことか、まあもう落ちたとか言わん方がいいな、この今の時期にな、もうそんなんでも気にしてたらあかんからな、もうそんなん気にしてる学生はもうあれやからな、なんか気持ち悪いわこれ、ほんでなんか気持ち悪いこれ、あー肩痛い、ほんで刺すように痛い肩が、よし、グラフィック綺麗やろ、グラフィック綺麗やし音楽がいいでしょ、いいっていうかやけど、何考えてんだよな、マジ、お気緑ソフトの人とか、な、喋れへんかな、一回。何考えてるんですかって聞くわ、一回。もし、機会があれば。よし。あ、もうまっすぐ行けへん。これ何なんやろ、まず。なんでここの床だけ緑にしたんやろ。おしゃれかな。これあんまり。うわ、ちょっと待って、一回戻ろう。おお、俺が思ってた感じなかったな。俺はてっきりこのバンの上を行くもんやと思っててんけど、どうやらそう問屋を下ろさへんよ。これだから、なんかほんで、めっちゃ向こうに、あ、あれ、回復か。向こうの方にこれ見えるかな、みんな。向こうの方にもこう続いてる道が。え、嘘、ああいう風に行くってことないよね。寄った寄ったって。え、お前石鹸転がしてる画面見て酔ったん？よう生きてこれたな。よくお前パソコンいじれる年齢まで生きてこれたな、ほんだな。まあでも今はもう精神論の時代ちゃうから、みんな。な？なんとかなるでの時間じゃないねんで。これで若干戻ってる方のこう後ろに俺。いや、謎すぎてマジわけわかんない、もうなんでそんなことしてんねん、もうこんなんここで行ってあかんの、こんなんもうここでシュン行ったらなんかのこう物理的なこう法則に従って、いや乗れへんのこれ、うわ最悪なもん見てもうてんじゃん俺、これここで落ちる可能性まであるってことを言うてんの、うわそんなとこまで加味せなあかんねや、そういうのを表してる、もしかしてシャボン玉ってそういう風に消えていくよねってことを言うてるんかもしらん、したらみんなにも忘れたいことってあるやろ多分な、シャボン玉のようにこう弾けてほしいなっていうことなんちゃう、シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだをな、シャボン玉も屋根まで飛んだみたいな屋根まで飛んでしもてみたいなことで言うてる人もいたぐらいやからな、そういう歴史をやっぱこうシャボン玉っていうのはもう鬱陶しいな、忘れさせてくれるってことやんな、バイバイ、忘れたいことある、なんやろう、忘れたいことはいっぱいあるかもしらんけど、今この瞬間を忘れたくはないかな、なんてね、やっぱこの瞬間って今ってこう Now ってその一瞬間の繰り返しって言われるから、忘れたいことって言われた前に6日やったかな、インディーライブエキスポっていう生放送にちょっと出演させていただいた時に、もうあれ6時間ぐらい最長やったんよ、生放送としては最長の時間の6時間ぐらいインディーズゲームを紹介するっていう番組をしててんけど、その時に
みんなちょっと垂れてくるやんか、しんどなってくるやん。そう、しんどなってくる。ちょ、なんで横向くのこれいつも。これしんどなってくるタイミングでコメントかな、ちょっとこう やむわけ。もう鬱陶しいな。でこれ やんでいくコメントの中で唯一わいわいかっこいい、わいわいかっこいいみたいな嵐みたいなのが湧いた時、あの時はあれやったね。見るに大変かったけどね、俺はね。わいわい映せ、わいわい映せってもう画面いっぱいコメント飛ばすやつがいてん、一人だけ。俺が映ったらわいわいかっこいい、やっぱりかっこいいみたいなこと言うやつがいてんか。もうほんまにマジで病院行ってほしいと思ったもんな。まず生放送を見に来るんじゃなくて、まず病院行ってほしいとは思ったね。心配でな、俺は心配でならんかったわけ。もうこんな勢いや、じゃあこんな勢いやねんよね結局と俺は思ってるよね。いや女どうやろうな、女の人かどうか分からへんけど、もう捨てやかでな、ワイワイかっこいい、ワイワイ今日もおしゃれみたいな今日もおしゃれみたいな。なこれ何や、これなんか反応せなあかんのかな思ったもん。えこれ水曜日と思ったもん。ちょっとそんなことはないけどな。でもそれもやっぱその人の過去なわけね。多分20年後にそれを忘れたいと思うわけ、その人も。でもやっぱ忘れられへんわけな、人っていうのは。これで勢いやで、ほんでこうやろ、こう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 、よし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 、いた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 。昨日ユニバー、昨日俺がユニバーいてたと思う、ほんで。あんなに俺毎日頭クソでっかいキャラクター動かして、お前森の中でな、別にとかく人が動かしてもない、お前小峠みたいな鹿みたいなと喋りながらな、ちょっと尻尾巻いたリスと喋りながらや、俺ユニバーサルスタジオジャパンいたと思う。一回ここ止まって、そうめっちゃいい今。うわー、あこ勢いやわ、あこ、あこ勢い勢い、あこ、あれはもうこもってこもこうこうこういう気持ちで、え何、え何何、え何何何何、なるほどそうなんのね。全然見てへんかった、今めっちゃ必死に俺果敢に説明してたのに。こうやな、よしよし。奈良は飛球見れましたか。何飛球って、火球、そんな飛んできてたん、その内波サスケの技みたいな飛んできてたん。よし、オッケー、オッケー、一回フリップ決めて、よしよしよし。ロステックと同じやったな。でもこう跡が消えるっていうのはちょっと違うよね。いけ、いや、こいつちゃう、ちょっと待って、今普通のチャットにいるこいつちゃうか、こいつかもしらん。俺の名前、俺の名前、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ちょ、一回ちょっと勢いでいくわ。俺も勢いつけていくわ。俺も、ちょ待って、もうややこしいことになった。俺もとか言うたから。ポコポコポコって消えたやろ。もうそんなもんやで、みんな。人の命もそんなもんやで、みんな。ポコポコポコって消えていくのね、かわいそうやけど。ジャンプはできひんね。ジャンプはできない代わりに、ダッシュができるみたい、これ。これね。でもダッシュをこんなに長時間することがないから、もう逆にギューン行ってみる、これこの反動に合わせて、もうこの木の板とか関係なしに。オッケー、まあかん、もう沸騰しなってきた、ここまで来たら。もうたくみくん頑張ったよ、そうたくみくん、そうそうそう、たくみくんやったと思うよ多分。病院行ってて病院行って、たくみくんごめんな、なんか失礼なこと言うてるやけど、違うで、心配してんねみんな。まず病院行って、たくみくん、なんか多分人生こじらしたんやろ、たくみくん。分かってんね、分かってんね、それは分かってんね、みんな分かって、恥ずかしがることなんかないって。だって分かってんもん、それは。それを受け入れていこう、みんなで。なんか終わりになって椅子に座って喋っておいで、アメリカ行って。なんでやねん、なんやねんそのビョン、ちょっとやめてよみたいな感じになんの、ほんま意味わからん。それやめてよで思い出したけど、ペンギンのね、ペンギンの動画をいよいよ解禁っていうことで上げていこうと思って、ゲームをダウンロードしたところ、大幅アップデートが噛んでおりまして、もうマップからなんや、もう最初の画面からもうなんかもう全て変わってたんですよ。ちょっとそれにびっくりしてしまいまして、僕としても。こう行くで、もうほんまにここもう俺次行けへんかったらもうどうしようかな。
一回指落とすぐらいの覚悟で行くわ。あいわい今日何た、俺今日はあれ食べたで、なんか俺肉欲してんなと思ってな。ほんでなんかね、ステーキガスト、ステーキガストのなんか肉 300g みたいなやつ食べた。もう即寝た。ほんで食べて即寝た。もうしんどなって思ったって 300g 重なったわけやからな俺が。純粋にえ、なんでなんで、なんか俺こうした方がいい、こう見上げていく明日を。最近宇宙兄弟見てんの？あ、いいや宇宙兄弟持ったんやろ。宇宙兄弟ってどうなってんやろな結局。なんかもう全然アニメも追ってなければ、漫画ももう見えへんになってるからな。ガスのおすすめ、俺はあんまガスをおすすめできひん。ちょっと待って、一回これ横っていける、横っていけるね、横っていけるねってことが分かったかな。まあでかいね。でもそうやね、この手のゲームはそう編集分かるやん、いかにあの卵はカットしていたかということを。これだけやで、ずっと喋っているわけ俺もな。その中でいかにあなたたちの会話一つなく、ここで気持ちを入れなあかんねん。もうあこで気持ち入れようとしてるのがもうお門違い。ここで一回こう筋トレもその吐くときにこう持つみたいなことな。よし入場。一回高さチェックする。一回高さチェックするか。あの上の方のほんまに一番、ほんまに一番な。よしよし、ここ置いて、よしよしよし、こうほんまに一番までいかなかった、ね、ほんまに一番までいかへんから高さが足りひんってことが今。おいあ、このもらなあかんもんな。今の動きなんてされた日にはちょっともうやる気なくしてきてるけどね。どれだけ開演とはいえ、これほんでさ、あ、俺分かったかもしらん。え？ちょっとこれまずいな。いやちょっとここ一回あれしゃなあかんな、リフレッシュせなあかんな。やっぱだからあの、いやあの結局頭の上に乗ればいい、バンの上に乗るってことやろ。バンの上に乗るってことやから、あの木のどっか乗れへんのか。ほんまに絶対に無理。これもし RTA in Japan で選ばれたら無理かな。あの、あ、そっか、前まで行けば。いやもう堅実に行くか。堅実に行った時にもう俺落ちたら、でももう嫌やけどな。こう行ってここで一回と、あーもうほら、もうそう、もうワイワイさん千影、もう嫁も専門は使ったことない、ごめんやけど。嫁も専門、俺お前の言うてるその何か、その意図は俺も全然分からへんわ。ないってことは分かった。でも見たこともない。ワイワイさんじゃないじゃないゲームやってください。あ、じゃないゲームあったな。なんかあとイカゲームみんなでしようかな思ってんけどな。無料でできるイカゲームっていうな、ゲームがあって、イカゲームっていうゲームをな、クソつまらんゲームやねんけど、みんなと一緒にやったらみんなも時間無駄にできるかなと思って。俺って基本そういうとこあるやんか。あんまりみんなの幸せとか俺願ってないから、ごめん、みんなは願ってくれてるかもしれないけど、俺は願って、もう俺はもう俺ともう一緒に地獄に落ちようって思ってるから、みんなと。うまっ、はあ、そう、もうできるだけみんなの時間を無駄にしてほしいな。もうできるだけ生きてる時間を浪費してほしいなって思ってるから、俺勘弁してくれてね。せやで、いやもうそこまで腹くくってでも悪いけど、腹くくってな。もう俺ととも共にも地獄に落ちるから、みんなは何期待してる、天国とか言うて。ない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 、そんなもうないよ。
てかもうここで行けへんのかって話だよ。ここでもう俺右行けへんのかっていう。行けへんな、でも無理やな、距離的に無理やな。ここ、あ、わかった。俺次の次ぐらいに行く。オンラインでやってほしい。オンラインで やる?やってみる?いいよ。ちょっと一回アコ行かして、アコ行って無理やったらちょ手ほどきを受けるっていう意味でも、これせお前オンラインで石鹸当たるってことないよな。俺オンラインで石鹸当たった日にはもうちょっと、でもまあ俺が落とす側に回るけどな。これな、最長の、いやこれさ、でもがこ、わかる?この一番上の一番高い高い最低、一番上の部分の高さがちょうど足りてるってことを考えると、いや、え、待って、ちょっと一回見して。高い高いの一番上の部分はあれ超えてる?ちゃんと。その俺はあの横の部分に寄り添った時に共に生きていける?あれ、そこが分かってない。その最長のところで折り返していく感じなのか、なの?滝沢カレン風に言うたけどな、今のちょっと可愛かったやろ。最長のとこちゃう、これ真上から見るか。あ、真上から見たらこれ意外とイージーかも。なんやねんそれ、ほんまそれが分からん、全然分からへんわ。今の敬遠されるやつな、拒否反応みたいな。ほんであれは高さが、あれはでも上から行ったんじゃない、下から弾いたか挟まれたってことなのか、分からんな。今すっごい石鹸削れたね、今すっごい石鹸削れたもん。うせやん、そんなんまであんの、嘘、ここマジでまずいやん。じゃあちょっと黄緑ソフトさん頼むわ、もうこれ無理やん。ほんだら俺これ無理なんじゃん。え、そんなの角に当たったから削れるとか、そんなんまであんのこのゲーム。厄介やな。これまだ3ですよね。いや、うわ、そんなとこで。ほんで、いやちょっとこれきついな。攻略法をちょっと分かる必要があるな。だから多分もう見てごらん、あの右のやつとか。でもあんなん余裕で上からこう下っていってだけやろ。あんなはやばい。多分ここが一番の鬼門やな、このゲーム一番の鬼門。よし、これ体力増えてんの分かる。ほんで350になってるでしょ。やっぱ人は失敗をしてな成功をつかむって言うてとか言うやん、金持ってるやつって生きて。そういうこと、そういうこと。ちょ、当たってない、当たってないって、今の当たって、ちょっと審判当たってないって。今のはあんなんまで当たったって言われたら俺できひんわ試合一緒に。俺も日記送っていい、俺も日記送っていいって何。え、ごめん全然分からへんかったな今。回は分かってるけど式が全然分からへんかったな今。そんな話してた、してたんやろうな。だから今そう言うたんやろな。もうちょっと左側に寄ってこう、一回回す、6時まで回す。赤、3時になる、それ。行き過ぎたところで待つ、了解。やっぱこの手のゲームってこう、あれよね、改善よね、どんどん。一回クリアしたら意外とそうでもないことやねんな、やったりもすんねんな。もうめっちゃ削れたや、今のドゥルルッとで。めっちゃ削れた、見た?これ何、そんなこと言われたら。でも俺だからずっと左側やっとかなあかんってこと。じゃあ一回行き過ぎてみるか。あ、それやわ。あ、多分それやわ。 Maybe also
横からの視点にしてどんな高さが、そうやねん、そうやねん、そこもそうやねんな。ほんで横からの高さにするとさ、今度こうやんか。この時にちょっとこう前後の位置を慣れるために、こう難しいね、こう行くの。これなんかまっすぐ行かへんねんよ。卵もそうやってんけど、これ慣れとくわ。ここで、あ、もうドゥルルっていったまま。いや、ちょ、一回行き過ぎようか。一回あくまで行くわ。あくまで行って、一回ほんでここ止まって、どう高さ。あかん、もう、あ、もう、あかん。あの上に折ればおるほどもう維持しにくいから、一気に行き過ぎて、それ行き過ぎてから折り返ししてくるわ。じゃあもうあいつとか見て、おいでおいでしてる。ほら、あの木の板、肩、俺このさ、肩のこの猛烈な痛み、なんなんやろな。左手の肩だけな痛いね。多分なんかもう前々から俺気づいてるとこは、俺の背中には多分その3人ぐらいは乗ってんねんのは知ってんねん。なんか一人は若い女の人で、で一人はおっさんやねん。もう それの乗ってんのは知ってんねん。あと一人ぐらいも乗ってる気はするんだけど、目に見えへん何かかな。それはもう分かってんねんけど、ちょっと太ったんかな。おっさんちょっと太ったかな、俺の背中の。行き過ぎて、ちょ、ここら辺で押す。あ、押す。ここら辺で押す。ああ、それや、ああ、それや。わかったわかった。一回上で、もう上で押してスタート切って、はい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 、了解了解了解。左肩は身内の不幸なん。左肩は身内の不幸やねんて。そんなん今更来んの、身内の不幸あった言うて。こうやろ、ここほら、ここもうそのドゥルルットが全然俺分かってないねんな。あれ右側に寄ってるからドゥルルットじゃないねんな。じゃあノンドゥルルットの状況で行ったって、そこはもうどうしても換算されるってことな。何とか分からへん、あんま。うん、ちょっと早かったな今のは。だからちょっと早かった。もっと上の状態で、あ、そうか、そこでダッシュ、これ横にダッシュできる。あ、横にダッシュできるってことは、あの上に、はい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 、あ、もう俺もう掴んだ。オッケー、ちょ、一回インフィニティ描かして。よし、一回インフィニティ描いた。この無限の光から放たれる、そのオッケー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 、インフィニティバブルな。インフィニティバブル、ことあるごとにこのインフィニティバブルは有用やから。よし、こうやろ。上の最長マックスぐらいで右にダッシュしていくね。よっしゃ。あ、ほら来た。こっち行ってみる。ビューン。あー、これいい。あー、これ気持ちええわ。これ気持ちええ。ビューン。ほら、これで、あ、こっち行ってみると、こっちはゴールか。あ、こっちはゴールや。ビューン。おお。おお。え？え？俺ちょっと一回だけ聞いていい？これさ、あの、これ戻る、これ俺戻るあれがあんねんけど。じゃあこれ一回戻れる、バンの上に戻れるはずやねん。これバンの上に戻るの、これ、いや、それはいいね。チェックポイントが開始でマイナス20がいいね。73の状況で今始まりました。わかるけど、これ一回死んだ、もしかして最初からってこと？一回死んだ後に、いや、もうそれやったらあれとか取ってられへんのちゃう、さすがに。あのバスタオルなんかもう、でもあのプラスを取らへんかった俺。ちょっと待って、これ節約していくわ。入った。よし。オッケー。あ、これチェックや。
よし、こっからこっからあの緑、うわあれジャンプか。そうか、もう一気に行くわ。これもう俺一気に行かんな、多分もう無理やと思う。行くよ。知らん知らん知らん、ごめん、一回返して。あかん、ラストチャンスかも。ラストチャンスや。じゃ、後ろにダッシュで一回耐えなあかんわ。うわ、終わった。終わった。こんなんとかはもうめっちゃ編集しやすかった。今のとかはもうほんま編集しやすかったよね。もう最初からってこと？もしかして最初からってことですか？それもまたやな、それもまたバブルやな、バブルス。いやでも俺は一回行けたところはもうほんまに行けるで。一回行けたから。だってそれ何や言うて、やっぱ成功した人っていうのは成功をつかむあれを知ってるからね、方程式を知っているので。ここで行けたりとかしたらもう完璧にもう行けるような、ゴールような。ここが一番難しいだけやもん。だって上から押してこう、え、今の、え、え、でももうあの感じやな。上の頂点で押して下ギュッて一回かいくぐって、すいませんした後にこう上からパッとな、オッケーオッケーオッケー。シュこれ石鹸ってことですか。もうええって、そのドゥルルッとってええって。もう石鹸なんか使わへんわ、うちのおとんしか使わへんわ。うちのおとんは使ってるけどね。でもなんかの引き出物かなんかとかで出てきた石鹸カッピカピなんね、ほんまに。あれした後銅像みたいに輝く、もううちのおとん。ちょ、一回ここで押して、あっめっちゃいい石鹸やんの。なんかでもビジネスホテルにある試供品みたいなやつも、あ、いいなこれって思うのあるよね。あんまり そこまでその俺はこだわりないけど、綺麗やし。もうそれ何、そのめっちゃ変ねんな。ラッシュとかな、あーラッシュとかあったな。ラッシュのなんか丸いバブルボムやっけ、なんとかボムや、バスボムやっけ、バスボムや。あれすごいよ、お前掃除大変。風呂上がった時もほんまになあ、紅白の時の三河健一ぐらい輝いてたもんな。なあって知らんか。ここでここはい、ここな、もう一回言うで、ここで押すね。はい、ここ、おおおお、黄緑さんのやつ。そうそれくらい輝いてたやろ。六下な、六下ももう今流行ってなくない？六下なんか、六下あんま聞かへんよな。六下って知ってる？多分男の子にはもうそうのなかなか分からへんやろな。やっぱ私たちじゃないと、私たちくらい敏感じゃないと。よし、なんか弾かれるな。このなんかあくでこうバッとダンロップされるな俺。ロクシタンのハンドクリームスコ。お前ロクシタンハンドクリーム、ロクシタンのハンドクリームが好きなやつがスコって言うかな。もうそんな時代今。俺さ、これ私生活で言うことあんの？スコって。ああ、俺その
あれキャラメルスコみたいなこと言うの？どういうとこに使うんやろ。前田君は普通に良きって言うけどな。あ、それ良きですねって言うけどな。敬語なんかなんか分からへんもん、そこまで言ったら。俺は敬われているのか否かが分からへんもん、もうそこまで行くぞ。あ、もう今前田君のせい。ああ、もうあいつのせいや。ほんま終わってるわ。こんなとこにまで迷惑かけるもんな。こんなとこにまでってずっと迷惑かけてるやつみたいになって。あ、ちょっと一回落ち着こう。ネットスラングはでももうあれやな。スコはもう古いの？スコはもうあれね。まあでも俺がそういうの、やっぱ俺ってちょっと7割女性やと思ってるから、自分をなんとかあるや。まあ俺ってやっぱ7割女性やねん。うん、やからむしろ俺女性の民意と捉えていただいてもいいかも、俺を。なあ、そうやねん、そうやねん。お母さん子やったから。何の話してんねんやっけ。ほんですっかり忘れてるけど、すっかり道たがえてるけど、ここな、もうそんな、なんかそんなに、いや、そんなにアナフィラキシーショックみたいになる？俺そういう日もあるって、そういう日もあるってって、ね、なん、どこ小煩悩な感じする。俺小煩悩ってなんかちょっとあれじゃない、ちょっとこう儒教の人みたいじゃない、小煩悩さん。俺ずっと思って小煩悩さんっていそうじゃない、なんか小煩悩師匠、小煩悩師匠いいな。俺そう、子供できたら小煩悩師匠にしよう、名前。もうそのほら、もうああもうトラウマ私持ってるから、もうトラウマやねん箱が。よし、一回インフィニティやかして。よし、無限のインフィニティ、さあ彼方へや。もうコメント見てたらこうなるからさ、じゃあこういうことがあんねんな。生放送のこれ一罠やで、これまだ3ステージ目やねん。ちょっと頼むわ、もうペース考えて。なん、どう、でもおかしいやろ。ほんま君どりそうだな、ちょっとな。ここら辺多分だいぶやんでた、コロナ禍で多分だいぶやんでた。1ステージ目よかってん、もう7分やんか。まず死ぬこともうなく7分やん。2ステージ目もそう、5分。ここすごない？砂漠っていうぐらい寒暖の差が。ちょ、一回ここ、そのアナフィラキシーショック何あれ、ほんまに意味わからへんねんけど、なんであんなことになんの。 それもわからへんよな、やっぱな。みんなそれは怖いよな、でもな、やっぱな。よし、これぐらいがでもやっぱちょうどいいよね。もうドゥルルはやめろ。あ、大好き大好き、ほら大好き大好き来てたわ。お前それ日本で触れへんかった、あの現場の修羅場やばいよな。あ、ちなみに おめでとうございます。東京の皆さん、前回東京に行った時はクズはいませんでした。おめでとうございます。大体東京はねクズしかいないんですけど、前回はなんと初めてのノンクズということ、ノンクズフィニッシュということで、あー、ラッキーでしたね、非常にラッキー。ノンクズでした、前回は。前回はそんなにでもあの移動範囲が広くなかったですね、私はね。なのでほんとタクシーの人と、タクシーの人としても新幹線ぐらいかな、新幹線の時ぐらいかな、クズであったといえばね。それはでも東京の人ではないのでそこまでは加味しませんが、こう、え、乗ってるよね、乗ってるよね。奈良にはクズ一人も、うん、まあまあまあ、そうやね。底上げしてるとこあるからね、やっぱ
奈良は。奈良はもうほんまに、言葉とかもいらんかな、もしかしたら。 みんな言葉とか、日本という国からもう阻害されてるとこもあるし興味ないやろ。だって奈良のコロナ感染者数が増えた増えてないでがもう興味ないやろみんなから。そうやねん、そうやねん、そういうとこがあるよね。別国。一回4時半まで、もう一回4時半まで。紅葉見に行ってないよ。紅葉見に行きたかったな、京都に。なあ、いやん、こんな紅葉のように頬を赤く染めてお前言うて、え、そんなことないよってなあ言うて、もうええってほんま、あのドゥルルだけ、ちょ、これ君のソースさん問い合わせて、みんな、ちょ、あのドゥルルだけはほんまに下船。俺人が今からちょうど今カップル YouTuber 話になるやん、ちょうどあれで、いやー今から上り上司やっていうとこやのに、全部こう砕かれるわこのゲーム、ほんまに。去年も同じこと言ってた。そやで、そやでって言わないもんで返し、そやで、うん、知ってるよっていう感じ。常にこう上にいるよね、上にいる物言い。ここじゃあ、あ、早いんか、早いな、多分な、もっと上に。オッケー、あれはだから技術の問題じゃないの、気持ちの問題やな、もうあくまで いけば。これでもやっぱ設計の城っていいよね。俺生放送今日するやん、1週間に1回ぐらい生放送しようって言うてるやん。だから1週間に1回ってことで、なんか一緒に生放送する日はこれするって決めようかなと思って、トイレ掃除しようと思って。だから俺生放送する前にトイレ掃除しててん、さっき。まあ1回目やねんけどな、トイレ掃除してて、やっぱこう綺麗になるっていいよなと思って。やっぱ犯罪の限りを尽くしてきた人でも、おお、やっぱこう1回綺麗に身を清めるのはやっぱいいよね。いいやろ、トイレ掃除気持ちいいやろ。でも風呂掃除はもう俺多分2ヶ月半ぐらいはしてへんで。風呂、俺の風呂やばいで、ほんま冷たい熱帯魚みたいになってんで俺の風呂場今。だ、それだ、せめてトイレだけは。そうやな、トイレはと、うん、そうやな、風呂場な、あの風呂がたまに赤くなるの、あれなんやろな、血の色に染まるやん、水が。怖ない、ちょっと水が血の色に染まんねえで赤く。一回こう上でもうちょっと待って一回4時半。そうで、ここうわー、そうや、あー、それ、分かった、赤カビ、そうそう、赤カビ、水垢、そう、水垢の一緒ちゃうの、水垢と赤カビはいとこみたいな感じ、親戚つながりみたいな感じ、水垢みたいなのがもうすっごいこうたまるやんか、あれがな。俺の赤なんかないのに水まで赤出すねんな、そういう、それはちょっと俺も納得いかへんよね。なんで俺の方は綺麗まであるかもな、だから水より。ここリシャチャンネルは、なんか特にこれ撮りたいっていうのが今んとこ映ってないね。ただなんか服とか買ったタイミングでなんかしようかなとか。もう今のとかすごない？すごいわ今の。もう5分の1ぐらい減ったやろ今。ワイワイ臭そう。おお、もし一言で言うと悪口を言うよね今ね。悪口を言われました、僕言われましたよ。でもそんな、でもそれは置いたんやから言えんねんでってことやろ。そうやね、知ってるよ。インフィニティ、もうコート着ていいかな。もうそれはコート着なあかんやろ、ダウンやろ。もう俺余裕でダウン着てるで。そんな置いたんすこやろ。なんかそういう最近の流行りのネットスラングないんかな。
俺はあんまりそこは、うん、そこは調べへんけど、でも俺新幹線乗ってる時に最新の曲をちょっとチェックすることが多くて、最新の曲をこうバーって聞くと今の流行りがねと思って、でも最終的に夜しかに行き着いてしもてんけど、最新ではないものに行き着いてんけどな、そのちょっと待ってな、あそう、夜しかのアルバムってすごない？俺と奈良から東京、いや違う、東京から奈良の帰りやったかな、どっちか忘れたけど、新幹線乗ってて夜しかのアルバムってすごいです。一番最初から一番最後までのやつが物語になってるんで、みんな、ほんでそのアルバムをなこう聞いた時に、これ一体何があったんやって、音楽から悟るわけ。それでこの時のこの人の心境の変化、何があったんやってわーってそのアルバム聞いていって、えエルマって誰やとか、もうそういうのをもうずっと考察のブログとか見て、もう載ってるやん。それがもうずーっと俺それしてた、ずーっとそれして泣きかけてたもん俺。最後東京着いた頃には多分俺泣いてたんちゃうかな、あの新幹線プシューって開いた時ね。楽しめるよ。エルマとなんかがいいねんな。こうするかアングル、こうあん時だけ、いやでもな、あ耐えられへんねんな、上に行った、いうん、むずいな、耐えにくいでね、横の画面になると。泣いてた俺は。それほんで家に帰ってな、なんか最近焼肉屋が来てんやんか、机ちょうだいっつって、いいよって言って、ほんで焼肉屋に机上げたやら、なんかバカにされてん、それなんかちょっと古いの聞くよね、わいわいってって言ってバカにされました僕。俺必死に訴えたけどな、でもヨルシカの素晴らしさを。あ違う、今のタイミング違う。一回4時半までして、じゃあここで耐えんのがもう結構至難やから。あーいやむずいちょ、いやもうあれ普通にマックスの時に行くわ。いや多分タイミングは早いねんな、俺は急いでるんやなきっと俺。それ大きい大人の時、そうそう大きい大人の時、そうそうこうやろ、これもうちょっとこう近くするのどう？うわ見にくっ。でもこう近くすることによってより臨場感が出るで。ここ。うわ惜しいそうだ。でもまあそれでも早いか。それでもアーリーか。タバコ吸いたいな。ドゥルルはでもコンテナと吸ってるんじゃないっぽい。多分。上下運動でこうバタ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 ってしてるんだと思う、上下に。パブロ・ピカソの本当の名前は、知らん。パブロ・ピカソって言うてるで、でも自分で違うの。じゃあモハメド・アリの本当の名前は、それは知ってる俺。あれ本当の名前なんか、どっちが本当の名前なんやの。俺も本当の名前とか、あ、そうか、俺もあるか、あ、俺もあるわ、本当の名前一応。もうちょっとでも待つねん、これはもういい加減いくで、ほんまに行った、もうここ行ったモハメド・アライじゃない、カシアス・クレイな。うん、そのうち本名で、いや俺本名では活動せえへんと思うよ多分。俺でもワイワイっていう名前はやっぱあんま好きじゃないねん、なんかもう全然なんなんその名前って感じ、なんか引っかからへんやろ何にも。だからワイワイに近いやつなんかないかなって考えてみた時に、唯一あこれいいなって思うのは内科医内科の先生、内科医やったら俺まだ引っかかるし、内科医って言わへんやろ多分、みんなツイッターで内科医って言わへんし、賢そうやし、いいかなと思って。で次の俺のターゲットは内科医の方が。引っかかりすぎるかな、内科医やったら。
よし、ワイワイって本名じゃん。うん、そんな本名のやついたらでもびっくりするんちゃうし、役所の人も届けて出した時、おーおお、ワイワイはワイワイでも内科医でも内科医じゃないよって、内科医みたいなもんやで、でも俺も言うやん、そやろ、ケアしてる、ケアさん、俺ケアさん優しい、俺次の名前ケアさんにしよう、優しい、めっちゃ優しない、ケアしてんねん、だから全部もう治療、ここからここ、待って、うん、そのだ、右に行くときもこうまっすぐ右に行かへんのよな、右に行くときにちょっとこう斜めに右に、そのこっちにこうこう斜めてるから、わかるかな、 言うてること、こうこのこの斜めからの右やから、こういうこう斜めにこう いっちゃうわけな、わかったわかった、な、頭怪我したん、頭怪我してへんよ、頭、俺だって頭怪我したことないもん今まで、ほんまに今まででどこが一番怪我したやろな、俺足かな、まあなんか肩車してそのまま叩き落とされたことはあったけど、自らごとバーンって、それでも頭怪我せえへんかったと思うな、多分頭はだから綺麗やからね俺は。待って、ちょっと行き過ぎて、あ、今の、あかん、もう早すぎる、今もうほんまに早すぎる、ちょっとここ、ちょ、いや、そう、受け身が上手やからな俺は、まあ、小学校の頃やねんけどな、小学校3年生ぐらいの頃やったけど、あれは俺のアパートの隣の人に、6年生の子に肩車しようって言って肩車させられて、んでそのまま床に叩きつけられた。びっくりしたよな、おかん、多分麦茶茹でながら多分びっくりしたで、おかんは。うん、オッケー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 、これは仕方ない、奥の手を使うか、じゃあキーワードは内科医、内科医の3や、一番痛かった怪我は、一番痛かった、今までで一番痛かった怪我な、いやでも歯ちゃう、歯はもう一番嫌ちゃうかな、俺今まで救急車呼んだことないけど、唯一救急車を使おうかと思って使ったやったかな、もうそれも忘れたぐらいけど、その時の記憶がないぐらいの、あ、ほらほら、あ、来た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 、これこれ、いて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 、一回一回いて一回いて、おー、いいやん、あ、色とりどりのほら石鹸が、バブルたちが、あ、いいね、やっぱそこがでも難しいねんな、それも後ろ使いてるから早めに行ってな、ほんで、あ、ほらほら、全然連動してへん、ほんで黄緑ソフトさん全然連動してへん、ちょっと黄緑長いしすぎ、あ、ほら、あ、黒来てん、こんにちは黒、こんにちは、あ、待って、俺これさ、コントローラーで、うわ、はよ言うてや、コントローラーやって、これ攻略の鍵は絶対そうやわ、うわ、俺もうそんなん忘れてた、うん、ちょっと待って、あ、ほら、ほらほらほら、あ、できたできた、おーおーおーおお、ここはほら、おお、もうできるで、これほら、ん、見てごらん、ほんなお前、おお、よし、行くと見せかけたら勝手行けるだろな、単純やから、ほい、その1回目も行けへん、こいつなんやねん1回目も行けへん、あいつ何、いた、おい、行ったろか、俺が、おいおいおい、ちょっと1回コントローラー慣れるわ、1回コントローラー慣れます、僕どう、これちょっと動かし方が分かってません、僕今、これがダッシュですか、これがダッシュね、はい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 、
よし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 。もうほんだら買ったな。コントローラーで卵をやっぱやってたから。よし。これね、微妙なこの斜めにやっぱ動かせるコントローラーの強みみたいなのを見せるわ。そこむずいよな、普通に。そこむずいよな。あ、わいわい、今日回線あれ不調になる？回線不調なやつ、なんなんやろな、それ。なんで俺これ登れになったん、ほんで急に。よし、マウスの方がいいまである？ひょっとして。うん、ここはもう、ここはこうやろ。問題はなんか、なんかな、前方への進みが弱い。前方への、おう、前方への進みが軽い。ここちょ一回、マウスでしたい。よし、マウスでしよう。ガチ下げたら治った。コントローラーバグってんのかな。え、これこんないけへんかったっけ。ここもうシャボン玉すごいな、これ。この石鹸でシャボン玉ってほんまに作れんねやだっけ。俺作ったことあるかな、石鹸でシャボン玉。なんかシャボン玉液みたいなのがもう普及しすぎて今。まあかわいそうに溶けてしもた。ほら、あれ溶けたところにほんでプラスが出んのよな。あ、かコントローラーの方がいいかな、やっぱ。ちょっとコントローラーに変えた今。あかん、マウスに変える。今一番もうエーペックスみたいになってる今俺。キーマウパッド問題やわ結局。よし、女性にあげるプレゼントに石鹸ってあり？なしやろ。いや、なしやって。それなしなし。さ、物によるけど。いや、なしやろ、なしやと思うで俺は。俺が女やったらっていうのは分からへんけど、俺は男としてなしやで。その石鹸なんか、お前汚れてるから綺麗にしてこい見たこと意味合い。いや、なしやで。もうその横なし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 。その石鹸にもよるんちゃう。薬用石鹸とかやってやめといた方がいいと思う。薬用石鹸だけはやめて。別にいいけど、それ己の自由やから。プレゼントなんかはな、気持ちやん。結局は、結局気持ちなんよ、そんなもんは。だけどミューズとかはやめて。サボンとか、そうやな。だからそういう、もうなんか石鹸でも最近あるわけ。そういう植物性由来の、すごいこう、なんていうの、70年前にイタリアの人使ってましたみたいな石鹸とか。そういうのは、洒落てるかもね。使うかどうかわからんけど。そうやな。早いねんな。やっぱなんか、だいぶアーリーよな。これ行ってるやついるっていうか、行ってるやつさえいいんちゃう？これ今。ここ、いや、むずいんやって。ここむずい、ここが一番むずいって、やっぱこのゲームで。ここがクリアしたらもう、クリアってことにするまでやるんちゃう。何や、お前な。もう虫に見えてきたわ、お前が。ラッシュとか。だからラッシュとかやったらいいかもな。石鹸っていうかやけど。どっちかっていうと。やっぱ一番の、でも、プレゼント、正解？正解？何？クリスマスプレゼントってこと？どういう女性にあげんねやろ、ほんで、それを。人生の先輩が教えてあげようか。クリスマスプレゼント何がいいか。そやな、まあ、ちょっと年ご年齢にもよるよね。でもその人のね、熱海ペア旅行券とかの方がいいかもしれんし。よっしゃ、俺とブルーだけの、これ俺とブルーだけのあれやから。ブルー行っていいで、ブルー行っていいで今。
逆に何あげたら、もうだからもうあれやろ、もう正解はな、何正解、もうロエベのバッグや ロエベのバッグあげて喜ばん女おらへん、絶対それはもう間違いない。バーキンまで行ってさすがにモテへんてって言われるけど、ロエベのバッグ持ってそれで喜ばんやついい日も任しといて、それはいいやろ。戸建てとかも逆にな、固定資産税払うなあかんとかな、そういうの出てくるやろ、それ土地問題が発生するやろ、 あんまり車とかもしてんの、それがもう、ま、間違いない。ブルー行った？俺見てへんかった。え、ブルー落ちたん？はい、ざまー、なんや言うて召喚した俺、え？ビヨーン、え、なんか弱なってた、これ進み弱なってない？あ、ブルー、おるよおるで、俺おるでみたいな顔してるけど、いいでさっきいいでここちょっと、ここ節約気味でいくわ。怖っ。よしじゃあ、あんまり焦らん方がいいな、ブルー、こういうのはやっぱ石鹸としての色合いが一番いい奴らが残ってるよね。よしちょっと待って、え、戻りいいか、あ、行ってごらんブルー。うん、そうやな、慎重に、やっぱそこ慎重に行くしかないよね。あー、いいわ、あえて跳ねる、あり、それあえて跳ねるまで、うわー上手やな。あ、あえて、あいつ跳ねたな、ほらそれもまたソープやな、俺な、ソープって言わへんのがいいか、それもまた、もうなんでと全然話になってないやん、俺全然話になってませんよ。ここでコントローラー、ここでパッドプレイヤーになるわけ。 B であれやな、そうゆっくりこう、これ一回勝負いっと、ここ赤、もう聞かへん、いや、なんか途中で聞かへんなんねん、スピードが。よし、でも一回止まりながら、いや、もう全く聞かへんの、ちょ待って、もうこれ分かった、こうや、全然聞かへん。え、なんでやろう、え、なんでかいの、これなんで止まれへんなの。ブルー、ちょ、ブルーやって、ピュッ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 、あ、そうか、もっと小刻みに連続でってこと。ゾウリムシぐらいしか住めんで、俺でもそれでいくと、その都合でいくと、あかっ、もう分かった、止まれへん、そのあれ何、止まれへん、あれ何やん。え、行ってごらん、ほらなんか全然ええわ、眉毛なくなってるし、右の方、ほんでなんであれ、そこでなんでお前止まれんの、ブラック。あー、ブラック行った、これむずいな、その横のゲージ。え、でも横のゲージさ、まだまだあるで、ほら、え、何あれを、なんか俺なんか捉え方間違えてる、あのゲージがある以上ずっとターボするんじゃなくて、あの強さがあるってこと、あれっていうことは一定のスピード以上出ると止まれへんのか。え、俺こんなとこでやられたこと、なんで俺さっき行けたのに、え、ゆっくり行くことができひんねん。
なんかほら止まる、あ、連続でパッ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 パってこう連続でやった方がいいかも。もうそんなもうそんなバタ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 されたら連続もうパッ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 の方がいいか、パッ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 か、これよし。一回止まるわ。一回その線の向こうで。死んでブルー、死んでブルー、ちょこここ戻ってこい、戻ってきて死んでブルー頼むわ、もう俺そこ戻りたくないから、ちょもういらん、俺もちょブラック死んで、ブラック死んで、ブラックそこで死んで、なんとかもうこすっとけそこで、ずっとこすっといてそこでブラック。オーケーオーケーオーケー、ナイスオーケー、ナイスナイスナイスブルー、よしよし、こうパチ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 ってやっといて、ここあこで一回止まって、いやもうこうなったらもうともう、わあ、あ判定がこれ、思うあんまりそう考えんと行くべきじゃない、むしろな、そんなに難しいことなんかないよって思わへん。人生ってそんなもんじゃない、なんか捉え方の問題じゃない、人間。ほら、おお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 、あこまではもうなんか素直に生きたらいいやん、素直に生きたらっていうのを俺もうテーマでいくわ。ここで一回、これ来てるで、ちょっと次見とこう。うわ攻め、あのでもこれさ、最悪ビヨーンってこっち行くやん、ここ行くやん、ここ行ってバーンって当たるやん、でもまっすぐやからバーンって当たるやん、こいつこっちに恥かいてくるやん、こう跳ね返ってきてここに跳ね返って、今度ここに跳ね返って跳ね返ってみたいなことならへんか、ほんでここに跳ね返って死ぬか、そうか、ちょマウス消して、もうマウス出てきてしもた。で一回こうやな、こう抜けてここでそぞけみたいなのあったけど、こうか、オッケー、うん、行くで、俺ち行くで、もうちょっと待ってて、もうちょっと待ってて、めっちゃ待って、あれ止まるべきか、あれ止まるシュット、あれどうやろう、もうブラックとほんでブルーしか来てないやん、めっちゃ綺麗や、あこ見てめっちゃ綺麗や、ここらへんはもうなんか素直に生きたらええやん、でもよしよしよし、多分なだいぶ上手い人がいいねん、これロストエッグの時もそうやねん、だいぶ上手い人がいてな、ただこ今のステージやから、これてかこのなんかこのゲームあれが効くから、そのこのチェックポイントから再開っていうのが出てるからまだいいけど、だから共に進もうみたいなことなのかな、これひょっとしたら。お、今めっちゃうまい、今のコーナリングめっちゃうまいぞ、うん、止まるのも
またよしあしやな、これ。こちなみにカイちゃんやったらしいね。カイちゃんこれクリアしたんやっけ。どれぐらいでクリアしたんやろ。よし、うまっ。お前あそこな。違う、お前そのお前のそのスポットに俺入れへんかったわ。アコになってくるとな、急激な焦りを感じるわけ。こっちもここほらコーナリング。おし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 、来た。このポジションまで来た。このポールポジションまで。あ、そう、一回右に行って。うん、だからあんま考えんで、もうサクッと行けばいいってことやろ。もうするの違う。もう今の動き的にもうあんま考えんと行けたら行けるよっていう。お、なんか、お、別格来たぞ。来た。ここで一回ゲージ貯めとかなかっちゃう。いやーもう、いや使いすぎた、ゲージ使いすぎたな。おお、なんか、お、新入りや。よし、よし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 、このスポットまで一回入ったら、あー次あのスポットな。いいよ、行ってごらん。ホワイト、お前誰か分からんけど行ってごらん。ほらお前なんて言い方した今。お前今なんて言い方した。シロだいぶ謎の生き方したな。ここで、いやここでゲージを使いすぎるから、当たって、やっぱこのままこのまま行くってどうやろ。一回やめようか、やめようか、やめようか、やめよう。よし、オッケー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 。じゃあその当たりの判定がシビアで66やから、ちょっとこれをあれにするわ。これちょ待て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 、この残機に関してはの、それなしで行く。慎重にな、ここ一歩目を慎重にな、まず。よし、オッケー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 。じゃあねな、そこのそのそこを慎重に、そう行き過ぎるとお前アコで痛い目見るで。ブラック、お前ブラック痛い目見るで。お前そこ、ああ、あいつ終わった、あいつも死んだ。よろしく言うとこはな、お前の家族に言ってごらん。もう無理やからブラック、もう止まれへんで、ブラックアーなったら。なんで止まれんの？なんでブラック止まれんの？いや、ずっこしてる？ブラック。ブラックなんかずっこしてます、あいつ。ちょっと耐えてる、ちょっと耐えてる。いいゲージ感覚、いいゲージ感覚、いいゲージ感覚来てる。よし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 。問題はこっからやな。行ってごらん、パープル。お前に行けるんならパープル行ってごらん。
これパープル、俺全然その向こうの入場枠が分からへん。ゴールがどの入りで行ったらいいかが全然分かってないで。あ、行ってくるわって。それパープル後ろからビャーン飛ばさなかったんちゃう？後ろからそのバネでパープルビャーンって。そう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 、ほら全然あかんもん、それじゃパープル。そうそうそう、いいって、もうてして、そうそうそう、もうそこじゃないのね、了解。そこじゃない、了解。ってことは、じゃ一回見たいな。マジで向こうが分からへんからな。ちょ、これめっちゃむずいぞ、ここ。よし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 。もうど真ん中やな。ど真ん中に行けばいいんだ。はい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 。でこっからギューンっていってグーン。よっしゃ。もう俺絶対決めるから。いや、こんなん余計なことせんから絶対ミスせできしようがないやん。うわ、あれ何？なんか差はない？それ差あるで。それどうすんの？あ、行った、普通に。え、普通に行けんのそれ。あれいかんでもさ、これ下から登ってくれるってことじゃん、これ。うわ、石膏。よし。よし。さすがやな。これでやっと3つ目やからな。やっとや。ちょ、シングルで行くわ。じゃあなんでいいんねん、なんでシングルで行ってへんねんて。これはこれはでも、いや、なんか大体キムルドリソフトさんのゲームは俺穴があってもう知っていて。うわ、これこんなとこ行く。全体像見てみる一回。これあのローリングストーン上がって、でもうまずだって言葉で伝えられへんもん。言葉はいらないもん、このステージに。もうこんなん、もうこれも酔うわ。これもう何階にいるかも分からへんし、自分がなんやねん。厄介やなこれ。あ、これでも俺は上がれてる気する。俺がどれか分かる？これヘモグロビンになってるけど俺。よしよし。なんかいつもなんかに引っかかる、ここ。ここな、何これ。ここんな嫌がらせやん、もう。おお、青や。初めて頭角を現したのはブルーの次、白ちゃんの次、ホワイト。あれ、まだか。あ、ブルーいったブルー一番乗りやな今。あ、来た。さあ、続いて白引きるわよい選手やで、これ。これね、大体この君のソードさんのゲームは4ぐらいは簡単やね。4、5ぐらい簡単やな。で、その後に
5、6ぐらいで どっちかを難しくしてくんねん。もうそのもう目に見えて分かってんねん、そのやり口、黄緑のやり口は。ん？あ！うわ、俺この灰皿めっちゃ欲しいねん。これ売ってないかな、この灰皿めっちゃ欲しい俺。旅館のないねん。なんなんこれ、どう言い伝える、もしこれ後世にこれを。おおすごい、すごい、なるほど、黄緑さん考えたね、これ黄緑さんこう考えました、何かを、営業の知れない何かをこんな和室に置いたかと思った。なるほど、ネジの仕組みか、これ入っていけば勝手に進むってことなんだ、耐えておけばいいわけだ。はい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 、よし、じゃあ行ったろうやないの、行ったろうやないの、よしよし。これちなみにダッシュはいらないね、ここにダッシュはいらないや。これだからさ、こういうちょっとこう回避ゲーみたいな。危なはい、なめんなよと。よし、でもうそのグリーンは俺取らへんからな、取らへんからなってか、まあ別に誰も取れへんけど。これブルーや、お前めっちゃうまいな、やっぱ。あレッド、お前あっから濃淡すごいな。何これ登れへん、あダッシュか。うわもうまたやん、いけもうこれレッド、こっから登れへんの、これレッドやったらこっから登れへんか。あこれはでも高さありすぎるか、さすがに。あそうか、だから俺あれか、動かしづらかった方がいいか。わ見てほら、この和菓子読んで、これかわいい、一個も美味しないやつや、これなあ、一個も美味しないやつやねん、これ。あ和菓子ってこう美しさを競うものなんかなって俺なんか思うもんね。やばお菓子好きちゃうしな俺、ほんで。あぶっ、お菓子で言うと何が一番好きって、もう一泊3万ぐらいしそう。ここあー俺でもこの感じめっちゃ好きやで、あこでタバコ吸うのがええねん。ここで寝てるやんか、であこでこうタバコ吸ってみたいな。でもお菓子のとこ来たらもうほんま終わりやからな、もう終わりやで。 あいつじゃもうほんまそこで寝ろって言ったもん俺もうそこで寝てって、俺こっちで寝るか、お前そこで寝てって、誰もここで寝れへんぐらいうるさいねんで、あいつ、あれ騒音問題やで、もうあれ生きる。よしここ節約していこう。よし真ん中維持、真ん中キープ、真ん中キープ、常に真ん中キープ。もうその進んでる進んでへんはどうでもいいね、真ん中をキープするってことが大事。よし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 、あーいい、なんか雨に見えてきた。なになになに、その動き何、その動き何、これもう降りて、これ大丈夫、もうこう降りて大丈夫ね。よし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 、これはでも今通らない方がまだ、いやでもこれ俺セーブポイントないな、セーブポイントないの、取るか、1個取るか、こうやって1個取っといて、よしもうそんなんなんかもう首縦に振れへんわ俺、悪いけど、いや首立てに売れへんわそれを見て。ああ、なるほどなるほどってならんもん。やっぱここがすごいところよね、石鹸であることを必要とせえへんくなってくるのよな、もう黄緑さことさんは。はい、あこ俺これめっちゃうまいかも、これは楽ん？でもないこれ、おこれゴールに一直線ちゃう、ゴールに一直線のやつや、これうわこれむずいぞ、耐えんのむずい、いやー耐えんのむずい、これ
あーでも面白い。え、帰れへんねんけど。あ、帰れるか。あ、帰れるわ。これはこれは面白い面白い。これはあの単純に面白いものを作らはった君の仕事さん。ここやったら、あ、ここはそんな、あ、子供た。こんなんは一発。こうやろ。こう、はい。これマウスの方がいいね、ほんで。圧倒的マウスの方が有利。はい。はい。はい。これどう耐える、ほんで。多分。おお、いいね。ああ、その耐え方がわからんし、なんか上にちょっと当たり判定なかった？上になんかまた一個ブロックあった気すんだけどな。あれどう、あれはもう運やな。あくまで行くと運だね。うんうんって感じ。ここほんで2人分あるやん。これなんでこんなとこにこれあんの？これなんかあんの？別になんもないやんね。なんでこんなところに落ちてしまう人のことを神ちゃんかな。考えて、アコとかじゃあかんのかな。最後むずいね。最後は確かにむずい。最後はむずいけど、でもまああれは運やから、もうそんなんではもう俺ももう33年生きてきてるから、おお、びっくりなどせえへん。ほらもうここはだから手抜いたね。君の仕事さん、ここ手抜きましたね。こうやろ。はいはいはい。もう一回行っちゃおう、もう一回行っちゃおう。ほら、はいはいはい。まずこれで左側に行けるけど、これ左側に行く必要ない。おいおいおいしょ、よいしょ。この部屋欲しいな。この部屋欲しいか。こんな部屋はないな。でもな、普通な、ここがもう浴室になってるもんな普通。そういう意味で言うと、俺もう温泉行きたってしゃないねんな最近。温泉行きたいわ本田翼と。ほんまに車内もこうこう、ここ集中な、こう、おうペトッとペトッといったわ。集中、うん、ごめん、集中力が切れてきてる俺今。わかるやろ。誰とやったら いけるやろな。男友達だったら誰やろうな。男友達と温泉旅行に行くとして、誰と、男の有名人誰と行きたいってやったら、なんか楽しそうな人がいいな行って。ちょっと待ってな。楽しそうな人、いやもう武田鉄矢とか最悪やな、もう最悪最悪って言い方はあれやけど、もうどん兵衛とか食い出すで多分夜。最悪や、あんな、もうおじいちゃん、おじいちゃんとは行きたないわ。できれば若い方がいい。あー、もうバカリズムとかも、じゃあバカリズムさんと行ったらもう最悪やと思う俺。一番最悪やと思う。一番おもんない旅になりそうじゃない。なんか偏見やけど、完全に偏見やけど、もうこたつとかから出てこなさそうやもん。マリオパーティーとかしようって言い出しそう、ずーっと。来た、頼む頼む。うわ、いやこれど真ん中に行こうとしてるからあかんのか、もしかして。前田君はもう別に前田君と行くのはええけど、特にそんななんか新しいものがこう急にバーッとこうへんやろ。ここジャンプ、空中でこれダッシュ効く？これ空中でダッシュ効くなら微調整も考えられるけど、こうやろ。はい、ちょ、この赤の、近々で邪魔、赤の、
よしやってて、嘘、12分もかかった今ので、やっば、よし、次ステージ5やな。いや、これもう最多、もうほんま俺今日日付変わるまでに終わるから。でも見えてきたね、日付変わるまでに終わる未来が見えてきてる。うわ、これゴールが部屋違いや。うわー、マジか。ちょっと待ってよ、一回行けるとこまで行こう。なんかやっぱあのステージ3が難しいよ。ほんでステージ6は絶対難しくしてきてるはずやから。ん、ここか。あー、なるほど。あー、なるほど。うわ、ここめっちゃ死んでるやん。ほんで、あー、そこあれがドゥルルッとなんの。そこドゥルルッとになんねや、それ。はい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 、やっぱ綺麗やな、ここな、綺麗やわ。公園でそういう女の子シャボン玉してたわ。楽しそうにシャボン玉してた。何が起こるのか分からへんもん、見てたわ俺。シャボン玉って今俺の歳でやっておもろいんかな。おもろいことないか、そりゃ。そりゃおもろいことないな。最後のステージ6時間かかった人いたん。どういう人やろそれ。あれ、なんかちょっとなんか用事があるとかそういう人ちゃう。もしかしたら6時間かかるってことはさ、そんな6時間もかかることないよ。お前だって今から6時間かかって何時になんねん。もう4時やんけ、その時点で。え、そんなことあるの。俺でも前のロストエッグのエクストラステージに関しては20時間は酔いざらでかかってるからね、こっちは。そういう意味で言うと、まあ確かに。でもエクストラステージでしたからね、あれは。ステージ6はそんなに難しくなかったですからね、もちろん。だってただの6やからね、言うて。ちょっとほんで、ここをこう行ったら俺はもう休憩するから、ちょっと。はい、これでもう、ここでもう一回。うわ、もうそんな。これすごいな。これは、これすごいし、このモニターもすごいな、これ。このモニター、うわ、このキーボードもやばいやん、これ。駄菓子みたいになってしまった。ここでちょっと俺は休憩する。やりたい。子供とやると楽しいねんって、このゲーム。なんて言うんやろ、お父さんと、お父さんで、お父さんやろうっていうの。お父さん、ロスバブルズやろうっていうの。ほな、子供が。いいよーって言ってな。すげえ未来来てるな。すげえ未来来てるな。子供泣きそう。でもそんなことなくない。別に、しおりちゃんは分からん。しおりちゃん元気かどうか。みんな何してんやろな。まあ、一緒に収録した人と、俺、後日連絡取るってことないからな。あ、つまり、そうやな、子供の成長を妨げるかな。でもひょっとしたらあれやで、これで大切なものをつかむかもしらへんね、子供たちは。俺だって大切なものをやっぱ得てきたしな、ロストエッグのおかげで。うん、まあもうそんなことちょっとお腹空いてんけどな、俺は。もうどうでもええかなって思いながら、ちょっと腹減ったなってこと考えてました。すいません、それは出ました。あよや、半ズボン何着持ってんの。半ズボン何着って。半ズボンは 4,5 個ちゃう、 4,5 本ちゃう。半ズボンなんかでももうしもうたで。俺昨日夜中の2時から4時まで俺模様替えしてたもん、ずっと。なんかなくなってない服。たまに服なくなって、あれなんやろ、何の現象やろな。服なくなってんの。ワイヤレスイヤホンもなくなったし、俺。あ、ゲームもちょっと若干でかなった？了解、ちょっと下げるわ、じゃあ。これぐらいにしとこう。掃除、配信でっていうか、掃除をな、動画にしようか、みたいなことを言ってたけどね。特にでもこれっていう、今はあれないな。
あんまりだってあ変わったことしてへんもん。朝起きたらあつ森しておはようってしずえちゃんに言うて、ほんでもう昼になるやん。もう昼なんねん。もうそれ小人が持ってったんかな、俺のワイヤレスイヤホン。すごいな、ほんだな。小人の部屋も爆音やろな、ほんだな。俺のワイヤレスイヤホン、もし小人が持っていったとしたら耳には絶対入らへんから。そう、よかったな、ほんだな。そうやったまでよかったわ。ためになってんねやったら。今来たけど、あ、今来た、あ、おはよう。衣替え実写動画に、いやでも衣替えはもう、まあ、衣替えって言っても T シャツとかをな、畳んでしまってみたいな感じやけどね。そんな大してあれじゃないけど、なんかたんまに夜中にはかどるときない？夜中はかどるわーみたいな。インディーライブエキスポよかった？インディーライブエキスポの最中にツイートしてくださいってめっちゃお願いされてんけど、俺だからツイートしてたけど、なんやってん、なんかあったんかなとさえ思ったわ俺。ピクミンのアプリやってないよ俺は。ピクミンのアプリは知ってるけど、歩くやつやろ。やってないやってない。その代わり最近ちょっと筋トレしてるで俺。筋トレ、筋トレまでいかへんな。もう5分、5分体動かすっていう。自主的にやってたんじゃない。そう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 。俺はあ、もうツイートすんの、もう俺ツイートめっちゃ嫌いやねん。知らんけど、ツイートするのはもうなんなんやよな。あのツイ、俺ツイッター恐怖症なんかな。もしツイッターってあんまいいこと書かへんやん、みんな基本。だからツイッターをこう、もう強いて俺が見てんの、俺に来るものとあのあれしか見てない。ワイワイさんって検索して出てくる、たんまに検索して出てくるやつしか見てない。ツイッター、続けられる強度でやるのが強度って。今日もそうやな、強度でな、続けられる強度でな、回復えぐいほどあるやろ。だからアコがドゥルルッとなるから、多分。だお前はただのメール不正っていうか、俺はもう返さへんからな。連絡がやっぱりこう、連絡が来てもみんなどれぐらいの頻度でツイッターとかして、ツイッターとか LINE とかしてんねやろ。俺もう送られてきたやつを見て返す気にならんねん。了解とか返す気にならんねんな。インサイもやってへんな。強度いいやん別に、うん、なんかもう鼻くそがなんかぬめってる。鼻くそが今駐留してる。俺鼻くそ大使。ああなんでこの鼻くそっていうかこう出てくるんだよな。ああいつの間にかオンラインに、そうオンラインにして、それで今遊んでもらってる感じやけどね。部屋の、いやそんなに部屋の湿度はそんなあれやで。でも言うてワイワイって世界が終わってもしゃべ、俺ってでもしゃべ、そうかな、俺しゃべってる方なんかなとか自分では思うけどね。言うてなんか私生活の中でこう一人で歩いててしゃべることとかは絶対ないし、そんなに喋らへん。だってトイレの時にちょっと整理したりするぐらいかな。トイレで整理して風呂でインタビュー受けてぐらいちゃう。人と多分そんな喋る頻度多いのかな。あとはなんかあるか。俺別にそこまで出かけへんからな。でも知らん人に喋りかけるのは俺好きやで。むちゃくちゃ好き。なんかな、こう全然あさってのもうほんまに知らん、喋りかけられるつもりもなかったみたいな人に喋りかけるの俺好きやねん。お前今不意つかれたやろみたいな。これ何ほの、これこんなんどうやってこう乗ったとするやん。これ乗っ、あの上に乗るってこと。このだから一回このこっち側に乗ってぐるーんってこう回っていくときに、この左側のこの頂点に乗るんちゃう。ほんでその上に乗って、あ嘘つけ。え、めっちゃ、そんなん、え、そんなん
え、俺これほんでリスタートできる？あ、できるわ。あ、ちゃうやん、ここやん。え、ちゃうやん、ここやん。え、ここちゃん。あ、黒のとこにいるんちゃう？こうちゃん。あ、こ、あ、こ、あ、こういうことや、こういうことや。え、違う？え、違うかな？こんなん、そうやったらよ、言うちゃう？おぉ、卵と一緒かな。こうやろ。ほい、はい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 、いや、これ、こうした方がいいな。角度はこうした方がいい。まあ、こっからはもう俺も真剣モードで参らせていただく。よし、こっからジャンペンジャンプやろ。こんなんはもういって余裕でいけるやろ。問題はこっからもう こんなんもうこれ余裕。おお、いけるやろ。セーブやろ。さあ、この上り調子のまま。おお、あの噛み合わせすごいな。ここ、よし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 。これ止まった方がいい？これ一回止まりつつも、おっしよしよしよし。年寄りが独り言多いのなんか分かってきた？独り言なんかな。おおおお、え独り言なんかな俺って。俺はあれやけどな、一応世界中に喋りかけてるつもりではいるけどな、常に。ところがあんまりこう、ちょっとここ慎重に行かして。よし、トットキーの、うわ、なるほど、これ一気に一回前測ろう。こいつの前測ってここへ。よし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 、これ取っといて。おいおいおい、お前俺のエリアまで入ってくんねん。よし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 、あ、よいしょ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 。うん、それは無理や、それは無理。めっちゃうまいなあいつ。まだ半分もいってへんってやばないほんでなあ、なんなんこのステージ、やる気みなぎりすぎやろ。よし、もうええって。どっからなほんでこれ。もうええ、ここはええって。もうこのくの字みたいなとこ、もうこの、ほら、もうここなんかギャザギャザしてんねんで、ここなんか。よし、これは一回左に入るやろ。左に入りました。はい、おいしょ。あが、もうこっとっとこ。やっぱうまいやつうまいな。だ、一回クリアしたらこういうゲームってやっぱあれになるから、みんなもそうやと思うけど、一回恋愛経験したらそのほろ苦さも知るみたいなことあるやん。甘酸っぱさも共にな、知れるみたいなとこやっぱ俺もあるし、得てきてたし。俺ももうえ？そこは一回止まんねん、ここで一回立ち止まって。そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。うまい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 、いい聞かせ、いい聞かせ自分。うまい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 。最近な、すぐやる人の本みたいな、すぐやる人の本みたいな本を俺、なんか前に買ってたやつをもう一回開いてみて、もう途中第6章で終わってたから俺読むの。すぐやる人はな、朝起きる時間あるやん。朝起きたら、朝起きる時間をまず自分でちゃんと決める、おいしょ、ということと、朝起きてから4時間後は人間の脳が一番活性化するのやって、4時間後大切にしましょうみたいな。だから4時間後に頭が冴えへんようでは睡眠が足りてないみたいなことですよみたいな、それを意識して睡眠を取りましょうって言って、俺今日寝て4時間後もう眠なってんけどな、飯食うて。だから俺多分睡眠が足りてへんねんと思う。よし、あ、また、あこバカバカしすぎてほんまに。え、あ、来た。あ、
通りや。うん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 。え、なになに、聞いてない聞いてないっていう感じやけど。そんなん早言うてほしかった。ね、ここに泊まればいいの？今度何、この2階に泊まる必要何これ。そう、そこ泊まる必要何これ。ああ、なるほど。あこには隠し要素があるってことね。そんなんは、あ、え、隠し要素っていうか、え隠し要素、え、これは、じゃあこれは、うん、どっちが隠し要素や。これどこ、このここが隠し要素やんな、これ。よし、オッケー。これこっから行けへんもんか、ほんで。あっ、プーっていう感じ。ボイスパーカッションした、ごめんな、ちょっと。よし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 、いい。勝てば良いのだ、よかろうなのだ。これあれやな、え、あのヘリに、あ、なるほど。これはもう余裕では、ギョーパスパ、よし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 。鼓膜揺れるやろ。そうやで、音って鼓膜をやっぱり揺るわせるから、だから俺も揺るわせてるわけ、鼓膜を揺るわせるってのは日本で。ビューン、おーおい、ちょっと待って、一回ゲームが止まりました。今のでもボイスパーカッションのすごいでしょ。もう ほんますごいに知ってる。俺らの知ってる時のボイスパーカッションちゃうで。ラグフェアの時のボイスパーカッションちゃうで。もうレベル違うで。だから分からん、距離感が分からへんねん。そこつかめへんわ。女みたいお、その相手との距離がつかめへんねん。分かる？今一番ええ例えしたと思う。今日一番の例え。で、ここもっとこうやな、まっすぐやろ。よし、いや、そんな止まらなあかん。そう、どこから音出てるか分からへんねん。ピッピーピッ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 みたいな音鳴らしながら、もうあれしていくから。でバンドやから、もうボイスパーカッションっていうかボイスバンド。もう、ここ、あ、ここ止まれへんな。あ、ここなんか斜めてる？あれ、シャニー構えてる？あいつ。あ、女だからってみんなそうではないと思います。あ、正論きた。あかんあかんあかん。俺だってもうほんまに正論にはめっぽう弱いからな。俺は正論と Twitter に弱いね、俺。いや、でもアコで一回止まるしかないよな。なんか向こうにカロリーメイトみたいなの動いてるやん。あのカロリーメイトみたいなやつに乗ってあっちに行くってこと考えたら絶対アコ止まらなあかん。ほんで右、若干右に車に構えてるとこあんねん、あれ。おお、上手やな。だちょっと左側に入るってイメージちゃうか、これ。 あかん、なんか、あ、取っとこ。黄色いマスに乗るんやな、多分な。よし、流れでいこう、流れでいこう。はい。いや、そこめっ、なんか俺なんで、あ、こう斜めがこうあれなんやろ。ひねくれてるからかな、俺が。お前ほんまひねくれてるなって言われたの多分俺だけちゃう、学校の先生にそんな言われたん。お、もうそっから自覚してるもん、ひねくれてるって。もう当時だから俺ねじれ国会って言われたもん、俺のこと。嘘やけど。はい、嘘ついた。なんぼでも嘘なんかついていくけどね、俺は。もうそこめっちゃも、あ、ワイワイが車に構えてるからやん。それで、そやで俺がそやでって言うときはもう考えてないってことや。考えることを放棄しましたって言いたやからな。もうそれはもうそう捉えて。それ言うの長いやろ。キムラタクやって言うの長いんだと、キムタクって言うと一緒でしょ。考えることを放棄しましたって言いと。もう乗れへんか、乗れへんか。よし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 。もうちょっとこう
だからなんか、ま、ビョンってなった時に回ってしまってんのが良くないんちゃうかな。で回ってしまわんとそのままこう水平に飛ぶってことを考えるとスピードはもうこう上げんで、いやもう、そう、でもそうなったらもうそうなるよな。あれ運か？でもこれ運にしては甚だしない？こうやろ？あーもうそこのシャワー、 あれもうちょうど真ん中におらなあかんわ。ちょうどよし、見えへん見えへん見えへん。この背もたれ強いな。俺最近でもあれ飲んでるで、まだウィダーインゼリーのマルチビタミンとミネラルのやつ、なんかちょっと健康になれるかなと思って俺も。うん、そこもうほんまそこは難しいな。ああジャンプなのに難しいな。そうやね、ジャンプやん。だからそのローリングしちゃうから、ローリングしちゃうのが良くないよね。最近ほんでみんなの注目してるゲームとかあんの？これしようかなみたいな、これ発売されるよってみたいな。 お前マジでいくぞ。これあ、俺が動かさなあかん。これ俺が動かさないとあかんやつや。はい、買ったー。はい、はい、ウォーン。よし、21分だ。でも、まだ全然まだいい。21分はまだ全然いける。そして来ました、ついに。ステージ6。ここは、もうあれやで。広っ。わー、やったな、これ。いや、だここが一番の難解。結局これやろ。結局ここやろ。まずは行ってみる？まずは、ん？これ行ける？これ。え、行けへんくない？これ。これ戻ってくんのか？うわ、ここや。待って、これ。おい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 。あ、でも、え？そんなに難しくないってことも考えられるで、今この感じで行くと。ギミックを楽しませてくれるような。あー、なるほどなるほど。そっちに行くの、わけね。そっちに行って、多分向こう側に道が通ってて、よし。でこれちょ、もう俺行くで、そのまま スラッと。危ない危ない危ない。あ、斜めってる。いや、オッケー、よし。ここはショップかな、これは。ひょっとしたら何かのショップかもしれないね。あー、これ化粧品かな。化粧品とか香水とかそういうのがこう置いてるね。あ、ほんとセーブやんこれ。え、あー、危ない。あー、なるほど。これね、みんなにはなかなかこれか感覚的には分からへんと思う。これ斜めってんのよな、これな。だからちょっと右入れ、おいしょよいしょよいしょよいしょ。もうギョン、これもうギョンいったんやじゃん。あかん、ギョン、よし、オッケー。これまっすぐギューンちゃう。まっすぐあえてこうまっすぐビューンってこうダッシュで、こうダッシュでビューンまっすぐ行くのとこうロー、こうなんていうかな、斜面がこうなってるからどうなるんちゃう。よし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 、わかったわかったわかった。よし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 、めっちゃむずいわここちょっとボイスパーカッション出たな。これ多分スペースをめっちゃ押さなあかんやつやと思う、これ。おっしょっしょっしょこういうの一番あかん、こういうの一番イライラしてくる。短期間でこう何回もやり直させられるの一番イライラしてくる、これ。あのブルーが、だってあのブルーがこんなに困ってんねんで今ほら。え、困ってへんのかよ。あ、視点を動かす感じ。みんな W やけど W を押しっぱなしで、これ視点だけをこうこういう風にこう動かしていく感じだ。これちゃうわ、ちゃうかったもうほんまにイライラしてくる。ちょっと待って、これ一回目から離すわ。一回俺からちょっと一回離れるわ。よし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 、オッケー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 、よしよし、行くわ。
だからもうそのもう右のヘリにおらなあかんのか。そここ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 こがもうほんまになんか一番もう斜め。え？あかんわ、それ行き過ぎるわ。ここめっちゃむずいな。俺あ足で歩かしてほしいわ、できれば。ほら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 、あかん、もう36しかないなと。あかん、もうそこあっこでスピードを足さなあかんちゃう多分。ここら辺でこう、おっしゃ、いた！セーブ、あ、そうか、セーブ関係ないか、セーブ関係なかったこっちやな。だからあこを早めに行ければよしよし、あ、おう、あこ、あこ、もうええか、これもう無理さするか。あこを早めに行ければ多分攻略はもう、攻略の糸口はすぐそこや。あんま何言ってるか分からんけど、言いたいことは分かるけどあんま何言ってるか分からへんかったな。俺こんな椅子持ってたな、そういえば。ちょっと前こんな椅子めっちゃ使い勝手悪いねんこれ。ああいう椅子、あれ店に置いてるからいいけど家に置いてたらもうほんま邪魔よな。ここも嫌やな、ほんでこの待つのもまたあれやな。あら、綺麗な色してる、ほら。ミントのええ匂いよ。ええ匂いしそうやわ。もうこいつがマウスとかに見えてくるねんな、もう。別のものに見えてくる。なんでこれ、ほんで、君のよそうとさんは、石鹸を転がそう思ったんやの。嫌いなんかな、石鹸のこと。よし。380残しでかいで。380残しで、俺もここは売り、おもうここ分かってるんで、まずこういくやんか。ここら辺からこう、パワーを、そうそうそう、そう、あった、正解正解。だな、こう、まっすぐこういくやん。で、ここパワー、パワーをな、あこでつけていくっていうことによって、全然違うねん。ここいくやろ、こう斜めで、こうパイナップルみたいになってるやん。ここでパワーをこうつけて、そう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 、そう、こうっていうこと。っていうことやねん。だこれができるかできひんかで、ここがクリアできるかできひんかってことになってくるってことやな。オッケー。よし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 。ここは普通に、ここは普通にいっていいねん。ここは普通、ここは普通にいっていいねんな。やねんけど、その後やねん。そこが素人と、の、あれやねん、差やねん。境目。境目って書いて。境目。よしよしよし。もうここほんまにもうここだけやるだけでもう眼精疲労がえぐいもうほんまに何なんここのこのここ俺一番嫌いやわ。ここ難しさはそんなにないかもしれんけど、もう一番嫌いこのテンポ。もうほらそんなことなってくんねん。一回 OK、 一回インフィニティ焼くわ。まず落ち着くわ。じゃあもうそもじゃあやや右前方、耳よし、全身のこう、オッケーオッケーオッケー。じゃあやや右前方を常に、やや右前方をキープしつつも、そう、スピード感があるから、やっぱこの勝負は。うん、そうやねん、なすやねん。なんだか左に押してるときに俺がスペース押してるからよくないねん。で、攻めるんやったら、そうやねん、攻めるやったら俺の親指が悪い。俺の親指を落として。もう頭では全部がもうきっちり理解、そう、今とかもう A を押したの、この薬指が悪いわ。この薬指を産んだ親が悪いわ。よし。あっ、おお、もうまたこれ、ほんでもう、ほんまにこれええわ。ちょ、もうこの、俺この、もう曲がんのだけはほんまにいらんねん。なんでそんなにうまいの、あの赤。
おもんないなお前。いや、これなんだ。もっと冷静に、やっぱこう曲がるときよな。だから俺の視点を動かしたその時やな。そこ共鳴。あっ、もう回復しよう。よし、早い者勝ちルールみたいになってる。もうそうやねん。あ、それゆっくりゆっくり行くべき。これゆっくりなんか行けるっていうか、あんま W 押さへんみたいなこと。いや違うな。あ、でもそれかも、それかもよ。落ちんのかい結局。ほんと結局落ちんのかい。そんなに粘って、ネバネバに粘っといて。あれやわ、あれあれあれ、もう いちいち何回も何回もするのがほんまにもうこうかったるいねん。だからガチャガチャすんねん、ここで。そこなんやそれ。なんであくまで粘っこく生きていけたのに、そこでそうなるんだ。あかん、ちょっと標準語出てもうた。あかん、そうやね。あ、な、あ、あれ、あこな、あれ、あこね、あれ斜めになってますか。あれ斜めになってるんじゃないですか。あれ斜めになってるんですよ多分。なってないのかな。よっしゃい、しゃい。やっぱあれやな、遠回りが一番の近道やなこれは。な、うん、何やこれは、こうか。おお、え、これ難しいの。これ難しくないよね。だから何も難しくないよね。難しさゼロやんこんなん。あ、ほん、え、うわうわ。めっちゃうまないね。知らんけど、ほんまに言うてんの。このプリッツェルみたいなやつの上行かなあかんの俺。行ってごらん、プリッツェル。これプリッツェル多分もっと、そうそう、もっと助走つけなあかんねん、プリッツェルは。そうなるよな。このプリッツェル一発で行く赤やばいな。この視界もちょっとほんで悪いのかな。そこ、うわー、出た。またこういうとこや。この何回も何回も同じとこ、これやっていくのがもう、うわー、もう、じゃあもうここら辺からもう行く方がいいかもな。よし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 、もうここちゃう、もう。早すぎん、ちょっと。早すぎて俺びっくりしたわ。スパイダーマン飛んでるのか思った、今。シュッ、遅なったな、なんか。よし、ちょ、もうちょっとこうスピード感をつけた上で加速するというような。うわ、これでも回数やな、あと回数。これってかラストステージやな、ほんまに。その新しくなんかそのエンドレスステージとか出てこへんよな。エンドレスステージは出てこへんか。よし、あかん、取りたい、あれ。あー、もう、いや、そこめっちゃきついぞ。まっすぐ入る。ああ、結構命削れるな。やっぱ20で、あの、ワープしてるから、20のワープが
いやもうでも俺はもうこれには頼らへんで悪いけど、これ俺だってこれに頼ったらもうあれやん、それはちょっと男としてあれなとこあるから。あ失敗した、ここら辺から。よしよし、まあ頼らんでもいけた、いけたよねやっぱね、うん、上か、よし上な、よしよし、ここはどう、わからん、こうコースがわからんもん俺。でもこれをまたこの斜めのやつをこれちょ この道を行けば行ってみる。じゃあこの道を行けばやるか、俺と黄色は一心同体やなこれな。これ平たい、ここな、これ斜めになってないのでためゆっくり行けばいける。これはただ俺どっかでこれを降りなきゃならないんじゃないかなって思ってる、実は答えを引くためにはそういうギミックがあるのでは。えでもこれ全部一緒、全部同じとこに行きそうやな、長いなっていうか、こうまだ上あるんじゃん、2階とか言い出すんじゃん、ついに上から行くか、上からの方がまだ見晴らしが良い。おお、あここ楽やわ、一定のリズムで回ってくれる方が。ん ?What's? お前英語喋れるようになりたいな。英語ってでもさ、ちょっと無駄な字を多い時とかない？What do you want from me? でさ、 What do you want from me? でどうしたらいいんだやん、なんて言いだいみたいな言い方したけど、今ちょっとそういう意図はないでね。でそのちょっと長いやろ、一個言うの。でもさっき見てられへん、もう目シパシパしてきた。あそこ下ってるやん、そこ下ってるやん。これ一番上はダメかもね、意外とここが答えなのかもとは思わない。まっすぐ、意外とこの 2段目の方がまっすぐ、最初はちょっとおみんなゆっくりな、かわいいやろ。交互だと尾行図が小図になったりするの。交互って何？もうそれも分かってへん、もう絶対喋れへんやろな俺。今小学校で何かの授業できるんやと、もう一回音楽の授業してほしいな。あの音楽の授業ってもうめっちゃ楽じゃなかった？めっちゃ楽やったもん音楽の授業。ただ歌ってるだけやんだってあれ歌。音楽だけなんか良かったし評価。俺あんまり体育良くなかったよな。体育マックスで、あまあマックスはあれやったけど。お前はハードルが速い。県大会出れるって言われたけど。その時だけ5やった。ハードルってと思った、ほんで俺。なんで普通に走ったら足遅いのに、そんなに速い方でもないのに、俺ハードルだけ速いんやろ思って。右足の角度がいいねんて。左足をで越えてからの右足の角度がお前はいいねんて。って、柔道の先生に言われたで。言ってるこれ、あ言ってるやん。あ言ってるわ、ごめんごめん、下これでごめん、貫通してると思ってた。俺めちゃめちゃ無駄なとこで頑張ってたやん。じゃあ今はよ言えよこれ。これはだってこれはこういうことやろ。こんなん
どう、何をどうすんのこれ。あ、これ、超えていけってこと。はいはい、俺の勝ち。めっちゃむずないそれ。それめっちゃむずいし、めっちゃ長いやん、6だけ。努力する数は一緒にせんと、君と翔太さん。よし、次のとこ見して。うわ、これタイミング測らなあかんやつや。がしかし、この時ワイワイに先行走る。よし、ほら、俺これ一発でいったらほんまマイゴッドって呼んで、俺のことを。あなたの神やけど、俺からしたらユアゴッズガッジーラみたいな言い方してるけど。おお、よいしょ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 、オッケーオッケーオッケー。最近そういや、なんかシンゴジラ、ちょっとシンゴジラのあの火吹くシーンだけ見ようって言って見た時、ほんま石原さとみのガッジーラだけはしゃくり触ったな。もうええって、なんなんその急なガッズジーラー。全然知らんと思うけど、みんなは知らんかもしれんけど、シンゴジラの中で石原さとみがゴジラのことガッズジーラーって言うねやん。もうそれがもう妙に鼻につくねん。ここ待ちやな。石原さとみさんの顔好き。ああいう人らってでもリアルで見たらもうほんまもう、それこそほんま国宝級とか、そういう感じなんやろな。ん？え？嘘。しかも斜めやんそれ。はよ言うてや。これは。これ、いや、ここ、山場やぞ。ここ山よ。そうか。よし。アコはきついな。よしよしよし、また。むずいな。橋本環奈の昔の顔、なんて書いてんねん、それ。またよし、橋本環奈さんと顔出てこへんねんな。いつも言われるけど、可愛い可愛いって言っていつも言われるけど、全然顔出てこへんねんな。実際見たりすんのっていうか、その例えばイベントに行ったりとか、本物の顔ってほんまに。でもな、逆に映像で見てないから、もうなんていうの、例えば男が女性に対して、あ、可愛いこの人可愛いわとかもうないで。もう俺の場合は綺麗な人と会ってももうアートやな、そういう、あ、綺麗やねっていう、あ、こういう風に目つけたら可愛いなるんやっていう感じもっていうぐらいのもんで、それがもう可愛い、こいつほんま一緒に飯食いに行けへんかなとか、そんなもう全然そんなもんないもんな。お、あれれれれれ、あー、なんでそんなとこで。はあ、ガッジーラ昔ナンパばっかりしてない、してない、そんな人をお前なんかペテン師みたいに言うけど全然そんなことないで。昔はもう自分があれやったもんな、自分が真面目すぎて怖かったもん俺。赤がしっかりナビゲートしてくれてんな。ただもうあれやからね、赤を超えていくからね、俺ももう途中で全然大いに何でもいいけど、はよハンターハンター連載せえへんかな。
たまにハンターハンター熱湧くときない？ハンターハンター見てへん人が多いから、もっと古すぎるな。今何が一番新しいんやろな。今このアニメ見てるって言ったらすっごい、ああ今なアニメ見てるねっていうアニメを知らんもんな。もうネットフリックスとかのなってくんのかな。そうやったら見てるけど、意外とハンターハンターはもうもはやそうやな、諦めよな。俺らは死ぬまでに終わるかな。ハントしてくれるかな。もうここなんなん、この小銭入れるとこ。これ東京グールやろ。スラムダンクはな、まあ、見たけどそこまで思い出さへんな。なんかスラムダンク、うん、そうやねんな、思い出さへんな。試合あんま、試合の描写別にそんな好きじゃないねんな。基本何でも、何の、まあ特に初めの一歩でも。ワイワイファブル見た？ファブルは知らんな。ファブルって何やの。ワイワイファンブルしたに聞こえたもん。聞こえた。今渡部さんどうしてんねやろな。ふと思うことない？今渡部さんどうしてんねやろって。結局何すんねやっけみたいな。なんかバイトかなんかすんねやっけみたいな。あんまそこ知らんから。あ、紐紐してるっていうのてやな。今は寝てるんかな。もうああなったら戻ってこれへんねんもんな。ほんでな、そう考えたらほんま昭和ってやばいよな。昭和ってやばいなと思うわ。昔は良かったとか言うけど、昭和の人。よし、意外とアコがむずいね。もうちょっと戻って、もうちょっと戻って、ここ。ここ急にまっすぐなるから。よしよしよし。いやもう何もあんま考えない、慎重にとか考えない方がいい、こういう時は。いやごめん、慎重に行くわ。よし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 。まだまだあるもんで、まだまだあるんやけど。ちょ、一回あのセーブまで行こう、あのセーブまで行こう。レッドモンスター。よし、この回復めっちゃでかい。嘘、そんなことすんの今から。俺っち行くわ。意外とビギナーズラックでこう、めっちゃ体力減るやん。信じられへん。これ20使った方がいいか。20使った方がいいな。これなんかちょっとダッシュ入れとくとかそういうの必要やな。これ絶対距離感が届かへんもんね。いやちょっと体力がいやマジで言うてるの、もう俺動きたくないんだけど、マジで。いやでも行くしかない、もう俺頼らへんって決めたから。俺一人で生きていくって決めたんで。もうその飛ぶのは見せてくれんな。いやあこのドゥルルッとだけはほんまなんとかした方がええ思うわ。黄緑ソードさんマジで言うてんの、ここからな。ほんで止まってない、これ止まってないか。何してんの。あ、やってんのか、ちゃんと。ごめんごめん、ちゃんとやってるところ何してんのって言うてほしもうて。危ない、よし。ここら辺回復、ここら辺の回復は取っとこう。もう問題はここやねんけど、ここはもう俺もう学んでいるので。よし、
ここがほんまにもうここさえなければな。もうそやねんな、せやねんな。いやもうちょ、あんなに慌てることないわ、ほんまに。願書出し忘れた時ぐらいこんなに慌てたん俺。もう、あ、こんな、なんでこんなにここ、いや、こ、なんでこんなにここ吸い込まれんねやろ。まあやわ、ここ、まあ、もうこれ取ろ、まあ、4000欲しい、スタミナ。いや、もうそこはもう頭割れるわ、お前。俺頭叩きすぎて今、物理的に割れるわ、もう。ほらー、ワイワイならいける。お前日本代表応援してる気持ちで来てんの？お前は俺を今そんなに重く見やんでいいよ。そんな、なんか大丈夫、ワイワイならできるみたいなのがいいよ。いい、そんな大したことしてないから俺今な。ありがたいけども、そのお気持ちはありがたいけれども、だいぶ励ましてくれていいはいるけど、いや、これで俺6時間って言われたらもう、ここの6時間はもうシンプルな応援やな。よし、あ、ここもちょっと左に斜めてんのな、これな。オッケーオッケーオッケー。これ俺教えてるわ、逆にレッドに。ちょっと待ってな、レッド教えてるから。もう、よしよし、あ、わかったわかったわかった。タッ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 のリズムや、これ。めめしくて、めめしくてのリズム、これ。見といてな。見といてな。ここ、めめしくて、めめしくて、めめしくてのこのリズム、ほら。めめしくて、そうそうそう、そう、やっぱそうやわ。じゃあ、まあ、喋ったら無理や。ごめん。あかん。レッドはもう全部知ってるな。一回慎重に行こう、一回慎重に行こう。よし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 、オッケーオッケーオッケー。これセーブ、ちょ、もう一回、オッケーオッケー。フェコフェコやな、フェコフェコ、オッケーオッケー。もう、もうこの紫とか入念なイメージトレーニングしてんかった今。はい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 、みたいな。傾斜角32度ね、みたいな。ほんで落ちたからな。あんなに入念に計算したのに、パープル。そういうとこやな、パープルのいいとこはやっぱ。だいぶ凝視してたけどな。よし。ここがもうほんまに、ちゃんちゃら笑っちゃう、ここ。もうここちゃんちゃら笑っちゃうわ。これを、これ前、海外のミームにあんの？いや、もうそれ絶対そうか。これもう右に行くと俺は踏んだ方がいいな。もう右に、右に倒れていくから、左をちょっと押しとくぐらいのイメージで。そう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 。今日色彩検定してきた？あ、色彩検定持ってんの？俺も持ってるでうそやけど。オッケーオッケーオッケー。これだからちょっと左入れんね。あれでいいね、あれでいいね、あれでいい。ワイワイならできる。あ、それ左から入ったらあかんな。まっすぐ入って左に。いや、もうこの時体力がなくなるのよな。よし、かわいい。今日テスト受けてきた？アパレル持ってる人多そうやろ。俺あの本は持ってるで。でも
もうそこをワイワイにできなかったらこの世の人間にはそうやな、できへんな。逆にワイワイができひんことをこの世の人間はできるけどな。ほんなできるやないか。ほんなできるやない。なんやその引っかかり。ささくれ。あかん。ああ。は。ささくれってなんやろな、あれな。語源なんやろ、ささくれ。ささ、ささ、ササって何やの。フォークリフトを持ってそう。フォークリフトを持ってそう。ほう。あ、フォークリフト検定ってこと。持ってる持ってる、嘘やけど。全部持ってるで、まあ、うちのおとんは持ってるけど、乗り物はもう、うちのおとんはもうすっごい持ってるけど、大型も牽引ももうクレーンのやつも持ってるし、まあ乗ることないねんけどな。乗り物が好きやね、多分。乗り物が好きで生まれてきたから、育ってきてたから、こう下手な希望を、下手な希望を願うわ。でもこうやろ。よし、ささくれ検定持ってる。ささくれ検定っていうか、ささくれって親不孝者っていうけど、あれ親不幸者とか関係ないからどう、これ出るで。これささくれ検定出るから、ほんまに出る。これ関係ないから、それ皮膚の問題やから。それはその親の不幸がどうのこうのとか関係したことか、そんなこと。そんなもん、そんな、ほなお前子供の時にずっとこうあれやで、ささくれてなあかんで、ささくれてねならんでしたらば。いやもうそこもなんやねん、そこのプリッツェル、ほんまに。そういや11月11日ってポッキーの日やった。じゃあポッキー食べた？ポッキーさんほんで言おうてた？11月11日って俺もポッキーの日や思って、ポッキーさんまた動画あげるかなんかそんなんすんねやろな思って、ようよう見てみた。お前12時の時にラッター誕生祭って出たん知ってる？あいつ11月11日生まれな。あ、こんな話してる方が強いかも俺。マジで言うてんの思って。お前11月11日のポッキーの日にポッキーより目立つラッターやで。すごないあいつ。絶対に俺おめでとう言わへんって決めたもん、あの時に。あいつに絶対に、あいつにおめでとう言う。ディスコードとかでこうおめでとうとか言うことできるやん俺、別に。 LINE とかで言えるやんおめでとうって。絶対に言わへんって決めたもん俺。2個トレンド上がったもんな、ラッターの誕生日。めっちゃ祝うやん。なんなんあれ、なあれ、もうその前もってああいうイベントを企画してたんかな、見てる人たちが。誕生日でやと思うで。ちょっとごめんな、今自分ら話しかけてはいるけど、自分らの話は俺聞いてへんからな今一切。もうここの微調整ほんまにやばいね。よしよしよし、ここで手抜いたらもうまた戻るから、これ俺ででも戻りたくないんで。あーもうよし、もういけ。よし、ビレバンのと相まったん。あ、ビレバンでなんかすんのあいつ。ビレバンでなんかグッズ売んの、青いグッズ売んの。ほんなら青いグッズ売ってんのって聞いてみようか。ああいうグッズ売ってんねんあいつ多分。ほんなら 青くていい使えるグッズってなんやろ。青くていいグッズってもう信号ぐらいしか考えられへんねんけど信号売ってんのかな、ほんなあいつ。ひょっとしてそうなってくるとラッターも大したもんやなお前。あれどこ、国土交通省管轄、国土交通省とタッグを組んだんあいつ、ついに。やるなビレッジヴァンガード。ああ、わいわいガヤガヤやったね、よっこいしょの時は表記ブレのせいでトレンド乗らんかった。何表記ブレってそんな長い名前のやつなんかトレンド乗せようと思うんだって。まずな、何それ、早口言葉かと思ったもん俺最初。もう売ってて売り切れてるとこ多いの、信号
何かが分からへんねんけど、俺のも思うけどさ、俺のサインとかをさ持ってどうすんの？もうほんま、もうで俺にはでもあれやねんよな、理解に及ばへん領域のスーパースターやな、ほんな、スーパースターやねんあいつ。スーパーブルー。へえ、完売とかすんねんな、すごいなあいつの人気。あいつ人気なんやな、いまだに。だって動画のランキングとかってあれやもんな、マインクラフトやもんな、ずーっとな、らしいな。マインクラフトってすごいよな、そういう意味で言うと。ここらへん、よし、もうほんま人生をマジでやり直せるんやったら俺マインクラフト押してたらよかったとさえ思うもん。俺何行くぞと思うわ。昔大将もブランド持ってんの？あ、大将のブランドだからなんか知ってる。トキチクチャンネルみたいなやつやろ？それ知ってる知ってる。あー、ワイワイとデュポンのライターのコラボとかいいな。あ、俺もそういうコラボやったらしたいわ。俺東進ハイスクールとのコラボとかそんなしたい。俺もそうやったらコラボ、だからコラボパソコンとかコラボグッズとかも、そうなんはちょっといいわ。なんかもうそういうのじゃない、もっとあっと驚くものがいいな。おお、いいね、いい角度で入ったね今。コラボ野菜とかもいいよね。お、ここ意外とすんなり行った方がいい。よし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 、おー、ブラックベリーやん今日。あ、お前アコの残し、あれ、あの残しもらうで俺アコの、いや俺アコの残しもらうわ。これ奈良のなんかとコラボか、県庁奈良のコラボって何あるやろな。奈良でコラボするものって言ったら難しいんちゃう。やっぱりフェラーリちゃうフェラーリ、ワイワイとフェラーリがこうがっちりとタッグを組んで、やっぱ8気筒のエンジンを積んでな、んで俺があれ行くわけ、イオンにこう走っていくわけ。それがやっぱいいやん、コラボとして。いやこれさ、こうほなんかなんかいるよねこれ。これなんかおいるぞ。いやまだ大丈夫、まだこの残しは聞いてるからお前お前などうしてん。お前と付き合うたらだいぶ重そうやな、ブラックよ貴様。まあ、ブルーもいる、ラッターやん。うわー、おいしょ、またこれイエローもいる。ちょ、いあの左の奥にセーブがあるから、わかった、これ一回そっち行って奥へな。あ、ちゃう、ここに乗んのがむずいんか。まずよし、おお、よしで、こっちやろ。うわ、そんなあれ何、ほん地蔵、地蔵の傘やん、地蔵の傘飛んでんで。あれちょ、もうそのまんま、そんいやもうそんななんか小尺なことしたくないな。これジャンプしてセーブぐらいはさしてほしいな、せめて。いてらった、誕生祭になるか。もう全然どこ飛んでるか分からへんで、もうこれ感覚でいくわ、感覚でしかないから、先が俺分からへんから。いやどれ、まっすぐ前行くで、まず。見えへんて、それでもう。ブラックの肩身もらうわ、お前ごめんブラック、お前のにもその世界見せたかったけど。
俺をお前と共に行くわ。ここめっちゃむずいぞ。ここがめっちゃむずいねん。これ絶対体力が減るからもう一回できたいねん。いやこれさ、これダッシュか、ダッシュで、あ、わかったかもしらん俺、これこれの攻略法を掴んだ。これな、乗るやん、こっちに。あ、ごめん全然ちゃうかった。セーブは、いや、じゃあセーブはもうあれやねん、セーブしてももう、ごめん、セーブはの意味わからなかった、ごめん。え、俺セーブしたっけ、あこで。え、あこにセーブあった、え、なかったよな。え、ごめん、その窓ガシャ入る急に、むっちゃ飛んだけど。よし、よし、オッケーオッケーオッケー。せやな、もう場所、せやな、場所じゃないな、もうな。だから目で見て飛ぼうとしてるから俺あかんのかもしらん。感覚やで、これ目つぶってもいけるかも。まあ何やったっけ、目つぶった方がいけるかも。俺目つむっていくわ、ここ。ごめんやけど、ちょっとごめんな、みんな。別に俺クリアしたくないわけじゃないんけど、これやっぱ目をとかじゃん、他に頼ってるから、俺そう五感でやっぱあの攻略していきたいと思ってるから、目と閉じるわ。目閉じた、今、まあ目閉じてる。いた、いた、いた、よし、いた、よし、いた。やっぱそういうことでな、これやっぱ目閉じ大事やわ。目閉じるってことが早っ。ほんでお前行くのめっちゃうまない、赤めっちゃうまい。ちょ引くねんけど、あいつのうまさ。ちょ、いドライエローいて、イエロー、おお、いた、いた、ラッタ、ラッタ先いた、ラッタうまない。おお、うまいなみんな。いやこれむずいな、赤フェラーリやな、赤フェア、フェラーリ、青何じゃ、青なんやろ、黄色はなんかでもアウディかルノーって感じする。青なんやろ、青の車なんか俺知らんな。いやこれもっと左に、左にもっと入っとかなあかんな。マセラティか、マセラティは坂井正明が好きやねらしいで、マセラティ。俺知らんけどあんまり。ほんで俺カイエンやからさほんで俺ポルシェのカイエンやから。俺はかっこええ、俺の車もう113しかないねんけど、死んでほしいみんな。わからん、わからん。が上で死によった。これで行くしかない、これもうあと1回ぐらいしかない、行けて1回しかない。イエーイ、あと2回やな。いやもうこれ、これがラストチャンスかもしらん。よし、ありがとう赤。お前、お前のその、俺はお前のその気持ちはもらっとくわありがとう赤、お前のその気持ちはもらっとく。あれ勢いに任せてズドンと一発決めなあかんな、やっぱこうやろ。そうそうそう、そこでもう尾根を越えていかなあかんね、一回尾根を越えて、尾根を越えて、いやそれはやりすぎやな、やっぱり右側のこ角度があるわこれ、ここら辺から。そうそう、いやいや、それそうやねんな、そうやねんな。もうそこでずっと俺はあれしてもいいかもな、もうずっと俺はここでセーブしてもいいかもな。何言うてんの、セーブしてもええとか。もう考えて喋ったことないからな、もっと考えて喋ろうかな、喋りましょうか。喋る前にプレイしてほしいわ、ちゃんとプレイしていただきたい。敬語で喋った方がいいかな、やっぱみんなに。俺は
敬うべきかです、僕皆様を、でしょうね。そこなんでしょうね、これじゃあ、これなんです、ここじゃあ。脳みそ頑張れ。なそこなん、これなんなんだろうな、これなんだと思うでしょう、これを。あ、止まる？あ、こ、出ます？お、やっぱ年いけば年いくほど敬語なんか鈍ってくるよね。敬語という慣れが鈍ってくるよね、どんどん。じゃ黄色の やつ見ましょうよ、これ。なんかあれあったよね、こういういつもより今年は去年より多く回っておりますみたいな言ってた人いたよね、こういう芸してる人。黄色やっぱ難しいよな。あ、何もう行ってってこと？あちらじゃなくて、やっぱ一発一発をこう大事にしていかなあかんな、黄色は。標準語っぽいの好き、標準語っぽいの好きっていうか、あーそれいいんだけどな、いいですよね、敬語やからね、言うて、これこれ敬語ですからこれ。あ、それもいいんじゃないですか。でも僕でもずっと僕敬語使ってましたよね、昔。あのだからニコニコの時、僕となん最初から最後までじゃないですけど、僕敬語使ってましたよね、皆さんに。使ってませんでした？使ったと思うんですよね、なんやかんやで。やっぱその頃僕とかもやっぱ学生でしたし、言うて僕だって20何歳かやってるんですか、20そこそこからやってるんですよ、27、8かやってるんですよ、ここだから。ここ止まったらどうなんですかって話でしょ。分かってますって、ちょっと待ってくださいよ。思いっきり行けばいいんでしょこれ、違いますか。思いっきり行けばいいんだよ、こんなのは。いやこれなんてとこ、ここどうだこれ。うわー、ちょっと待って、体力が。よしよしよし、まだ神風は吹くで、吹きます。あの方向としては、方向としては、ここじゃなくて、ここマウス消して。あ、もうマウスできた。こういう感じやね。あかん、これラストエッグや、ラストバブル。もう俺もさ、戻ってくるん。いやでもこのラストバブルまた神風吹く。よし、今の感じでいくと左側に降りることが多かったので、それを考えるともいや、だから、まあ、下手したらここを目指した方がいいのかも。ここを目指していった時にちょっと左にそれてしまう、回転で。どうしても左にそれてしまうけど、この尾根をもし越えることが俺に叶うならば。え？え？今の話何やったんじゃん。もうバイバイ。もうここはもう秒で行くわ。もうここが秒で行けへんようではもう。そう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 、やっぱこういうゲームしてたら、アイワナ思い出すやな。アイワナがね、私やった時はね、あれだったがね、
あれはやってたけど、やっぱこうその同じとこ失敗したってダメだな、そりゃそればっかりはもう同じとこずっとやってるって なってくると、こっちももう気がねめいっちゃうからね。おい、スタートに戻って回復すればいいのでは。お前めっちゃ賢いやん。え、天才が現るかも。ほんまや、お前めっちゃ賢いな。え、お前めっちゃ賢いな。めっちゃ賢いる。そうやわ、今それが一つの攻略の角口やわ。角口、窓口みたいなと思ってる。そうか、あれは階層としては上ゆえ、俺はあの階層を下ることができて、なんならその下った後にここまで戻ってくることができますよってこと言ってるな。よし、ここがいければもう めちゃめちゃもそもそでかい。おい、よいしょ。淡路島震度3やって。淡路島、あ、兵庫県か。大丈夫、まあ、震度3やったらそんなに大事はならんやろうけどな。なんかお前俺配信するたび地震起こらへんか。え、そう、俺そう思ってるだけ、そう思ってるだけかやったらいいけど、地球にまで害与えてるの俺。まあお前らも地球に害与えるがんやけどな。え、敵なん。え、これ敵なん。俺今対決してる、対立、こうやろ。ああ、もうたまに敵にいますよな俺。こうやろ、ここら辺から行った方がスピードがもうすごいね。ああ、そのほんで手前の斜面のところで一回ブーストかけた方がええで。ちゃうやん、地球も配信に興奮してるのよ。そやな、そやな、入りました今。そやな、今だからそやな、もうごめんなさい、今かもうそれ考えてませんってことな。すいません、意に反しましたっていうことよね。それはそやなっていうのはもう、よし、そんな夜遊びみたいな死に方したな今な。黒、ここギュッていけへんか、いけへんか。ワイワイが喋る視聴者が笑う、地震が起こるってこと、そういう方程式な。そんなお前バン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 ってしながら笑ってんの。ほんなら大変やお前、大家さんが大変やわ。何よりも地球よりも。ああ、上手。でもじゃあ、だからここはなスピード勝負やねん結局。そうそうそう、こういうことだから、もうちょっと手前からもうスピードをこう出していくわけ。おいで、ここで賢のやつが言うには、これをこういうことやんな。めっちゃ賢ない？これめっちゃ賢いやん。それをあの階層から考えられるゲーム IQ なの高さな。そう、ヨルシカの歌ってどんなやったっけ。沈むように溶けて、うん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 、やろう、ちゃう、ヨルシカ、それヨルシカ、わからんねんな、そこらへんかも、厄介やねんな、どっちがどっちかわからへんねん。だから僕は音楽をやめたんがヨルシカやってたらわかんねんけど。お前すごいや、エメラルド化したやん、エメラルドジュニアって呼ぶわお前を。もうずっとそうしといて、ほんで。おっしゃ、オッケーオッケー。え、これエメラルドジュニアのおかげ。あー、取ってもうた。これ2階層ね。2階層は基地。ずっと真夜中でいいのにっていう曲？夜遊びの？それが。沈むように溶けて、うん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 。やろ？そこしか覚えてないねんな。入り口しか覚えてない。
あと何やったっけ、もう一人ついるやん。なんかそれを夜行性っていうらしいで、あの人ら、あのアーティストたちを夜行性アーティストって言うらしいねんけど、俺夜行性アーティストめっちゃ好きかも。もうこのまま終わってしまえ、終わってしまってもええでみたいな名前のやつ、なんかいいひん。もうこの夜中よちゃうわ、それ、あちゃうわ、あそれを今言ってたんか、あそれアーティストか。ずっと真夜中でいいのに夜しか夜遊びかが夜行性っていうらしいね。あの切なさでもいいやろ、なんかちょっとメンヘラっぽい感じっていうか、あの感じが俺好きやな。ずっと真夜中でいいのに、そうそれがだからアーティスト名なんやな。そういけんねや、ほんとに。OK よし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 、メンヘラ、いやなんかでもあのメンヘラって感受性豊かやなと思うねん。かまあ言い方変えると、あのなんていうかな、ちょっとこう敏感な感情っていうかな、あの感じ、ああなんかすごいこうあれやなとは思うよね。いい感性やなとは思うよね。よし、ババ豊かじゃないよ、ババ豊かのメンヘラっていうか、それはもう彼は傷つきすぎただけやから、別にそれは減らるよ、減らるでしょ。こうや、なんか間に合い、よし、ここがこんなに スマートに来れてることがもうすごいでかない。おっしゃ、お、この斜面なんか強いな、着地しやすいな。でここで気抜いたらあかんで、そう言い聞かしよ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 し、舞い戻りし天才や。こっからこれをトラ、うん、まあトラルドでいこうか、トラルドでいこう、一発で行きたい。いやー後ろバック入った、今バッキー入った。これキーボードでやってる俺はね、でももしかしたらコントローラーでやった方がやりやすいかもしらん。なんか卵はそうで、君のソードさんロスト X3 を出してください。俺が黄緑ソフトさんに言えるのはそこまで。もうあこれダッシュ前に入れんのか、メンヘラって可愛い子多くない。あーまあそんなんもあんのかもな。なんか目溶けてるみたいなやつの多ない、でもちょっと目なんか目閉まらへんぐらい目開いてるやつ多ない。うわっ、男に媚びてるからやぞ、男に媚びてるからやな。ん？どういうこと？メンヘラ？あ、だから可愛いってこと？芸術って言うもんね、もう化粧は。この時に天才はこう語んねん、この時天才はそう語ってん、ここで降りればいいんじゃねって、マジで天才やろ。ここで降りることによって体力をマックスにして、そして歩き押せばよいのではと、ほんま天才やと思ったね俺あの時。こうほら、なんか久しぶりに赤城とかみたいな。でもあの鷲津戦あんま好きじゃないねんな、長いねん、一回一回いつもするたびに。その時怪物は沈にみたいなこと言うてんの、時間が長すぎてマジで。一生やん、一生言うてるやん、そんなこと。よしで、あんだけ減ってんで、今見た、みんな今のワンジャンであんだけ減んねんで。よし、オッケーオッケー、ハッピーサマーウェディングやな、ハッピーサマーウェディングや。
ここはほんで俺目つむっていくから、目つむるわ、目つむってるで、もう今、あ、いけてる？おい、これ今もうちょっと右、いや、いけた？よい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 、ぼやけんなぼやけんな、ここやから問題はここなんで、ここでほんで天才の所業もできるので、開けてない開けてない、まだ開けてないもんで、俺まだ目え、虫、え、分かってないんちゃうみんな、俺まだ開けてないで、開けたって言うた、目開けてない開けてない、まだ開けてないで、俺の歌ももう目今さっきバー祭り縫いした、グーって返しまでやってるもん、お裾直しの要領、勢いつけて、ここで一回止まるのは俺よしやと思うんだけど、これもうあかんかな、止まるのがもうあかんかな、おっかおっかおっ、おお、ここで止まるのがもうあかんのちゃうか、もしかしたら、うわー、あれ右に切ってみる、思い切って。だからあの回転がこうなってる回転があって、この回転に、こう乗っていた時にちょっと逆らってんだけど、思いっきりこっち側に切るっていう。ほんで回転に乗れれば、やれ言うてやんと。これだからこうやろ、これは逆ら、え、これは逆らうわけ、え、もうちょっと、おーしよしよしよし、この音楽あれやろ、眠くなるやろ、そやで、ヒーリングミュージックやからな、もこう逆らって、そうまあもうそこはええわ、そこ行けるまではもう、そんなんは編集点やねん、こんなんはもうこんなとこまでもうええねん、そんな、そう問題はここからやねん、ここからこうギューっていった時にこうクッとこうキュッとこういくわここで天才赤木しげるはこう語るわけこのもう246という数字にもかかわらず、天才はここでね降りるんよね、その道をたがえんねん、よし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 、ほんまに賢いよな、止まったらダメなんかもな、もうあこは止まらんとスムースに行く方がいいんかも、その時赤木しげるに電流走るやなそう昭和36年のところ俺好き、なんか何年とかはどうでもいいね、もう何年とかなんかはもうあんま意識外、あ、そういう感じかも、でもあこでズーンってズーンっていくんかも、多分こう、そうそこうまいやろ、玉音放送の真似できそう、玉音放送って何、おい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 、ヤジって呼んで俺を、おいおい、俺ヤジとかでも言えへんか、俺野球観戦1回しか行ったことないからさ、ああ、もう玉音っていうの、ヤジ、そう、ヤジ、そうってヤジって言ってそうって言うと俺やばいな、ちょっと上手にできてるみたいな、そうそう大丈夫上手にできてるよっていう、その教えの姿勢、ホワイトデーに入玉剤あげた話してて、あ、なんかあげたことあったな、あれやろ、バスソルトみたいなやつちゃう、あのなんか泥みたいなやつやろ、
もう忘れたわ。俺そういうの消していくから、もうそういう記憶を俺。なんか買ったのは覚えてる。でもなんかよう分からへん、入浴剤がなんかその時な、なあれどこどこだよ、百貨店がなんかで買うたんかな。あーもうあってん、それ引かれたんやっけ。ほんで俺それでもうそういうのも覚えてないわ。誰にあげたかすら覚えてないわ。そんな、そもそもな、そのなんかあのバレンタインっていう、あ、これ天才がぎしげるいるんちゃう。あ、もう天才がぎしげるいるわ。もうバレンタインっていうものにもうあれがないもん。もうなんていうの、その慣れがないもん今。いけるって、いけるって、何、どういうこと、どういうこと。もらってないでバレンタイン、ワイワイさん頑張って、うん頑張るよ。急にやめると思ってんの俺今。もうええよ、もうやめるわって言っても俺急にやめると思ってる、もしかして。大丈夫大丈夫、そこだけは安心して。さすがにそれはないから、そんなことはないから。そんな、なんかやめて、小学野球見てる親目線は。バレンタインでお金、いやでもバレンタインっていうか、あのその逆に俺かわいそうでは思う、女の人が。だからやめてほしいっていうのがある。やっぱ俺7割女性やから、俺の体女性でできてるから。いつ以上これもう絶対にミスできひんで、負けられない戦いここにあるわ。ポン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 の後の あれセーブやんな。あれポンポンポンの後セーブやで、余裕じゃん。あんなとこにセーブを設けたら余裕できるっしょ。何やった、さらにその向こうにセーブないか。あー、じゃああれゴールか。よし、こっから目開けていい。こっから俺ちょっとごめん、こっから目開けるわ俺。ここ一本道やな。もう全然足りてへん、ワンビョンから足りてへんやん。え、こっからほんま、え、引く、そっから行くもんで、ね、いやでもあこの慣れやな、あこはあれ慣れやな。ほらもう、ほら慣れやもん、もうこれもうすごいよな人体って。俺人体の不思議展に飾られたい、飾られたい。おーほほほほ、おおもう一回行ったらそれに行けんねん。何事もそうよね、やっぱそういうのは。一度の成功をつかんだ人間ってやっぱそのそれをお前がその手で離さなければ、だからね、バックナンバー風な感じで言うとね。そう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 、わいわい、もうオルモニカのボディーソープ使ってるよ俺。あれしか泡立たへんもん、しょうもない。なんか俺わけわからへん、なんかやつ買うやん、よく買うねん俺。ああいうの好きやねん、なんか風呂とか、風呂とかの入浴剤とかな、風呂とかのそのなんかボディーソープで洗うタオルみたいな買うの好きやねん俺。もうそれ買うけど、もう全然あかんねん、なんか泡立たへん、何も。おもう吸うてるんか思ったもん、自分の体が泡。おーおーおお、あれスペースずっとおしっぱや、これ思い切りやわ。なんやったらちょっとダッシュまで入れてもいいぐらいで、これ。え？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 ヒットマンみたいだな今、俺。よし、ここでちょっとここら辺からもう行っちゃう感じ。もうそこも、これちょっとあんまりにもランダムな、じゃらん、ここが一番むずいんちゃう、もしかしたら。ここかこの次が一番人がやむポジションちゃうかな。でもこんなにいけるもんなんやなこれ、ほんまおもろいよな。
未来ってじゃこれな、まっすぐ当たるとか当たらへんとかじゃなくてこう角度の問題でもあると思うねんな俺の このソープ自体のそれは関係ないかな、まっすぐ、真ん中に当たればいけるかな、いや分からん、もう真上見てほしい、ちゃんとハート書いてる、ハート書いてたん今、何そのあれあれなんて言ったっけ、なんとかのなんとかみたいなことしてんの、なんとかのなんとかみたいなことしてんねあいつ、インフィニティやインフィニティやほら、え、あ、それ分からへんね、距離感が、そう、ナスカの地上絵、そうお前よう分かったな、お前よう分かったわ、ナスカの地上絵、そう、正解はナスカの地上絵でした、生ゴミの塊じゃないよ、ナスカの地上絵でした、正解、よく分かってるね、当たったやんな黄色今の落つな、はいオツね、それお前待ってたんな、そのお前の引き出しを待ってたわけだ今お前は、了解、いいやん持ってるやん、やっぱいろいろレパートリーが、ああこれやっぱここでも一気に行かないといけない、一気に行かない、二方向の行けないやな、行けないし、行かないとダメ、全部持っていかれてるやん、おつに、こうやろ、こうやろ、よし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 、これさポンポンポンっていうか、いやでもなこれ着地地点がちょっと先やから、着地地点をちょっと考えなあかんな、もうせえみたいな、ほんでもう読んでる俺回復すんで、俺回復すんでみたいな回復してみたいなこと言ってんの、あ消えた、あわとなって消えたで、あいつ もしかしてお前俺落ちることお前もしかして待ってる、俺が落ちることをあいつ待ってるかも、もうじゃあ絶対落ちひん、こうよっしゃ、めっちゃでかい、ここめっちゃでかい、ここできたのはめっちゃほんまにでかいと思う、よし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 、もううるさいお前もう、よし見といて、俺の背中見といて、背中で語るか、俺は、ま、無口やから、これ別に余裕じゃね、これこうじゃない、いやちょでも一回天才赤木しげるなるわ、ここで安牌の赤木しげる一回入れるじゃないと、もう数字がどんどん減っていくから、あこまで来ると、石鹸たちは可愛いな、石鹸たちの可愛さっていうか、やっぱもうこう愛着が湧いてくるものあるよね、俺ももうそうやもん、ぶっちゃけ俺でもやっぱ今回こう3週間休んで、さらにこう復活するにあたって、なんで今動画をこう上げられてんのかななんて考えたりするけど、ああいうこう憑依する方が俺にとってやりやすいのかもしれないなとか思うもんね、こういう見えるやつ、 FPS してんじゃなくて見える俺が、それがやっぱこのこいつらにもあるってことよね、これ一回こうよな、
来て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 、よし、え、ちょっと待って、隙間ありません、ちょっと待って、その話しちゃうわ。うわっ、おお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 、あるあるある、全然ある。え、マジで言うてんの？え、あと9分やで、俺今日マジで日付変わる前にクリアあるんちゃう？今のめっちゃ熱い、今もうここしかない。あ、これ斜面やな。斜面？斜面やな。ちょっと急や。うわっ、おお、よし、うわっ、いくぜ。いやー、有言実行。まあこんなもんですよね。まあもう本当、でも私に関してはこれマルチプレイでプレイさせていただいたゆえ、回復が腐るほどあったという状況でのクリアということになりますから、実際皆さんがプレイされる際にはああいうものがね、一人では特にシングルプレイヤーモードではないので、おそらくもっと高めていかなきゃならないね、 HP をね。そこはね、もっと難しい。まあまあ時間かければね、誰でもクリアできるゲームだとは思うんですけどね。さあ、いかがだったでしょうか。ロストバブルスで、ね、スイートメイトス。まあ久方ぶりの今回は生放送ということで、生放送をちょっと週に1回ぐらいしようと言ってて、前回ね、先週7の週というかな、今14の週ね、7の週に関してちょっとできなかったですね。その代わり、あの最近は比較的皆さんのおかげでですね、比較的あの動画を上げることができまして、まあ11月1日の雑談から始まり、まあそのね、インディーライブエキスポも除けば一応2日しか動画が上がってない、まあ活動してないという日がないということになりましてね、まあこれも本当にひどいに皆様とまあ熱盛のねおかげなのかななんて思ったりしてます。ちなみに現在もですね、あつ森はもう本日の分も取っておりまして、またあの明日の分もね、明日起きたら取っていくっていうことになりますけれども、まとめてね明日動画に上げたいなと思ってますし、まあ明日から皆さんまた月曜日ってことですから15の週ね、ちょっとね今週のお楽しみってことで言いますと、実は久方ぶりに、クッキングシミュレーターをしようかなっていう日がございましてね、それがまあ、あの11月の、まあ、今週の話なんですけど、まあ、そこでクッキングシミュレーターがね、どうやらなんかもうすごい核シェルターのもう全然違う話になってるという噂でして、まあ、そこをちょっとプレイしてみたりだとか、あとは来週に関しましてはね、普通のごく普通の鹿のゲームって皆さん覚えてるでしょうかね、あれにアップデートが、まあ、最終アップデートが来るということらしいんで、まあ、スイッチ版も発売されるっていうことでね、なんでそういったちょっとあつ森以外の楽しみみたいなものもありながら、核シェルターみたいになってるらしい、だからもうサバイバルになってるという、ね、ことらしいんでね。しかに ちなみになんですけど、ちょっと裏でずっと進行してましたインスクリプションっていうゲームをね、私プンマップレイしてクリアまでやったんですけど、まあ、それに合計16時間かかりまして、まあ、1日に2時間から5時間やってるんで、まあ、前なんか7時間ぐらいやっててクリアまでして、まあ、それをクリアまでした上で動画にしようと思ったんですが、まあ、残念ながらボツということになりましたんでね、これ本当に申し訳ないんです、言っててまあ申し訳ない、最後はまあ、あんま意味わからへんかったっていうことなんで、なんで、まあ、そこはねちょっと動画にはなりませんけれども、他のものはね、ペンギンもそうですし、まあ、ヒットマンもそうですね、ちょっと間に挟みながら今週もやっていければなと思っています。頑張って、ちょっとねまだ頑張れるんで、ダイヤモンドパール、ダイヤモンド、ちゃうわ、ダイヤモンドパール、もう一個なんかのリメイク作品じゃないけど、ちょっと変わってるのよね、仕組みがちょっと変わってるやつがあって、まあ、それはね今のところあんまり考えてはないんですけど、もしまあ何かする機会があれば生放送でしようかなって思っているところはあります。動画にすると、動画にするのはアルセウスという1月にポケモンの新作が出るんですけど、まあ、それは動画にしようと思っています。なんかあのね、
3D 化はされてるんだけれども、前のポケモンってこうおっさん騒動みたいな時みたいにね、キャラクターがまあ二頭身じゃなくてで動き回るというああいうパターンみたいなんですよね。でそのダイヤモンドパールに関してはあれなんですよね、ちょっと二頭身のキャラでこう動かし回る、私やったことないんですけど、まあその二頭身のやつの場合はもしやるとしてもちょっと前のテイストとちょっと違うでしょうから、まあ生放送なのかな、まあ、普通に生放送やってもよしっていうような感じでね考えてはいます。やるとしたらさすがに長くなるしね、ほんでね、まあもしそのタイミングが来たらね、ぜひ見ていただければな。皆さんちなみにこれくしくもなんですけどご存知でしょうかね、あのいい話でもなんでもないんですけど、私が去年でしょうかね、一昨年でしょうかね、自分がまあずっと活動してて、まあそのあつ森の生放送とかをしてた時、あの時の後にやった、まああつ森の後にねプレイしていたゲームがポケモンなんですよね。図らずも私また今年同じような流れを踏もうとしているんですよね。だからまあ熱盛のシーズン1があって、その後にポケモンが来た時のように、また私熱盛をプレイしてからポケモンをするという流れが来年まで、来るのかなというふうに思うとね、なんかちょっとこうあの時の自分みたいな、まあ、ある意味私がかなり動画を上げてた時期でしたから、まあ、いいきっかけなのかなって自分の中ではね思ってますしね、そういう流れだなって、なんかあの嬉しいなっていうね、喜ばしい、本当にあの救われたなっていう気はしますけどね。そうそう、間にねラスラスが噛んだりゴーストオブツシマが噛んだりしてたんやけど、ほんまはやねんけど、まああのその間はね違うもので埋めながらっていうことで、うん、本当にねなんか、まあ、自分の中ではすごい、ああ本当に良かったと思って、私あんまり任天堂の製品好きじゃなかったんですけどね、どうしてもまあガキがするゲームじゃないかみたいなね、あの視点をまあその誤解を恐れず言うならばあったんですけど、やっぱりこうよくできてるなっていうか、まあもしかしたら合うのかもしんないなって思うことが多いんでね、とにかくこの11月に関しましてはそんな感じで進めていきつつ、あつ森がどうやら1ヶ月ぐらい続くかもしれないってことになりましたんで、メソとしてはね、その時はそしてまた生放送もするかと思いますんで、まあ、お楽しみいただければと。そして12月は12月でまた別のゲームが出るということですんで、アルセルマスまではまだまだ時間ありますけど、このペースで頑張れればと思いますんで、ご心配をおかけした皆様本当に申し訳ございませんでした。前のあの生放送からねろくに挨拶もできておりませんでしたから、なんでね、ここからまた地道にやっていこうと思いますんでね、いつでもまあなんか好きなように言うていただければなと思います。 Twitter でもそれこそね何でも構いませんので、さあということで、本日もあと2分ですか、ということで一応でも本当に時間内にクリアできたらよかったですね。あなた方何時にまで起きてなきゃならないんだっていう結構危機感もあったでしょうからね、まあそんな危機感 もう踏襲するような見事なプリイングで、時間内クリアになりました。ロストバブルススイートメイトス、参加していただいた方も本当にありがとうございました。そして、この黄緑ソフトさんね、こういう新作作っていただいて、まあ叶うならばこんなところで言って通る話でもないでしょうけれども、ロストエッグを、ロストエッグ3をぜひ誰もが攻略できないようなあの卵の物語を、まあもう一度叶うならばしたいところではあるというね期待を抱きながら本日は終わりたいと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。そして地震の方もね心配でしたけれどもね、大丈夫だったでしょうか。さらに本日、結婚されたというお知らせがツイートで来ておりました。おめでとうございます。まあ何もね私の知る人ではございませんけれどもね、何か今日という日が良き日になったのかもしれませんしね、また明日以降は動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の生放送もこれにておしまい。おしまい。